一つ目、福井女子高生祖父事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、貯金はいくらある？なんだ急に、金なら貸さないぜ。借りないわよ。将来認知症になったら困ると思ったのよね。老人ホームに入ることも視野に入れているんだけど、入居するにはとんでもない金額がかかるのよね。そうだな。都内の高級老人ホームは平均で、入居一時金が約1599万するし月額料金は約42万だぜ。そんなに高いの？普通の老人ホームでも払える気がしないのに。だが、在宅で認知症を患った患者を少人数で見るのは限界があるんだ。いざとなったらマリサに頼るけど、あんまり苦労はかけたくないわ。私は面倒を見ないからな。それは困るわ。でも、そんな状態ならみんなも困っているんじゃないかしら？2020年には認知症の祖父が、一人で面倒を見てくれた孫娘を殺害する事件も起きている。認知症患者が面倒を見てくれている人を殺害したの？面倒を見てる人が疲れて認知症患者を殺害するんじゃなくて？ああ、そんな痛ましい事件が起きてしまったんだ。一体どんな事件だったのかしら？気になるわ。この事件は2020年9月に起きたぜ。福井県福井市黒丸町長の一軒家から、娘が倒れている。全く動かない。と通報があり、警察が駆けつけたところ、家の1階で倒れている若い女性を発見したんだ。若い女性って、女子高生よね？ああ、被害者の T さんは事件当時16歳で、T さんが倒れているのを発見したのはジップだ。T さんはすぐに救急車で病院へと搬送されたが、帰らぬ人になってしまったぜ。亡くなった T さんの体には刃物によって負った刺し傷が何箇所もあったんだ。娘の痛ましい姿を見るなんて辛かったでしょうね。そうだな。現場の状況や父親の話からしてこれは殺人事件であることは明白だったぜ。そして捜査の結果、逮捕されたのは、T さんと血が繋がっている実祖父だったんだ。どうして孫を殺害したのかしら？動機が気になるわ。その前にこの家族について解説するぜ。事件の加害者である富澤進当時86歳は、自宅に作業場を持っていたぜ。彼は福井県鯖江市のメガネ会社の下請けをしていた職人だった。86歳という高齢だけど、逮捕当時も働いていたのかしら？いや、さすがに逮捕時は引退していたぜ。富澤は若い時から自宅で妻と職人として働き、息子を育てていたんだぜ。息子も家業の手伝いをしながら両親と同居生活を続けていたんだ。息子は結婚せず、40歳を過ぎても独身で、富澤は中国人女性とのお見合いの場をも受けたんだ。お見合いは成功して息子は無事に結婚するぜ。これで富澤が気を揉むことはなくなったわね。ああ、さらに嬉しいことに翌年の2003年の秋、息子夫婦の間に T さんが生まれたんだ。富澤は孫にあたる T さんのことをとても溺愛していたそうだな。幼い T さんを連れて散歩したり、公園で遊ぶなど、近所でも有名なくらい可愛がったんだ。うんうん。誰だって孫は可愛いものよね。T さんは愛嬌があり、温厚で優しく自分を大切にしてくれる富澤に懐いていたぜ。さらに T さんが幼稚園に入園すると富澤が送り迎えをしたんだ。雨や雪など天候が悪い日も車で送迎していたぜ。積極的に育児に参加していたのね。富澤家は3世代で暮らしていたため、祖父母も育児に関わって生活していたんだ。さらに T さんが3歳になる頃には妹も生まれ、3世代の6人家族で幸せな生活を送っていたぜ。だが、息子の妻はこの土地になかなか馴染めなかったんだ。そういえば、中国人のお嫁さんなのよね。ああ、だから T さんが小学校に入学するタイミングで親子は引っ越したんだ。引っ越し先は、福井市の中心部だったぜ。富澤と富澤の妻は実家に残ったの？ああ、それから富澤と妻は二人で農作業をしながらのんびりと暮らしていたぜ。スローライフにも憧れるわ。満喫していたかは不明だが、富澤の家の周辺はのどかな光景が広がっており、近所には飲食店やスーパーがないため、自宅で野菜を作っていたんだ。富澤家は子供や孫が出て行ったことで静かになったが、夫婦はゆったり過ごしていたぜ。いいことだわ。だが、年を取った富澤にある異変が訪れてしまうんだ。富澤は事件を起こす6年前の2014年に、認知症と診断されたんだぜ。老いればどこかしら体は悪くなるけど、日常生活にも苦労したのかしら？近所の人の証言では、町内会の集まりなどの予定を忘れてしまうことがあったり、会話の受け答えがままならないことがあったそうだ。さらに椅子に座りぼーっとしていたりなど、認知症の症状が日ごとに進んではいたんだが、買い物や散歩する姿も目撃されていたぜ。しかし近所の人や知人は富澤について、優しいおじいちゃんという感じ、穏やかで仏のような人、だと富澤の人柄について語っていたな。そうなのね。
だけど富澤の妻も高齢でしょう。日常生活にさほど不便はないとはいえ、心配や不安な気持ちはあったんじゃないかしら。富澤の妻は富澤の認知症が進んでからも、富澤を支えて二人で暮らしていたぜ。だが2020年の春頃、今度は富澤の妻が脳梗塞を患ってしまうんだ。さらに認知症とも診断されてしまい、妻は入院することになったぜ。富澤は一人で暮らすようになったの？その通りだ。しかも先ほども言った通り自宅周辺には、飲食店やスーパーなどがないんだ。さすがにこの事態を心配した息子夫婦は、定期的に富澤の家を訪れるようになったぜ。食事の用意をするなど富澤の生活を手助けするようになったんだ。それでも家族は認知症を患っている富澤が一人で暮らし続けているのは不安よね。富澤を心配したのか、2020年の7月頃に、T さんが富澤の自宅に戻ってきたんだ。富澤と T さんの二人で住むことになったの？ああ、T さんは両親と妹と一緒に生活をしていたんだ。T さんは一人で暮らしている富澤の身を案じて、自ら同居も申し出たんだぜ。寂しい思いをしていた富澤はとても喜んでいたそうだな。小さい頃から可愛がっていた T さんが戻ってきてくれたら嬉しいわよね。それにおじいちゃんのために同居を決意するなんて、心優しい子だわ。実は T さんが自宅を離れるのには他にも理由があったそうだ。T さんの両親は仲が悪く、喧嘩が絶えない日々を送っていたんだ。T さんは周囲の人に、親の喧嘩を目の当たりにするのが嫌になったと打ち明けているんだ。だから両親から離れて、自分を可愛がってくれた富澤と過ごすことを選んだそうだ。両親の不仲が原因の一つの原因だったのね。ああ、T さんは富澤が認知症であることも、ちゃんと理解した上で同居を始めたんだぜ。同居生活がスタートすると T さんが食事の支度をしたり、家事なども引き受けたんだ。T さんは高校生で、なんと富澤の自宅から自転車で1時間もかけて通学していたんだ。すごい体力だわ。私なら片道でギブアップよ。ちなみにこの頃2年生だったんだが、無遅刻無欠席だぜ。さらにコロナ禍でもしっかりアルバイトをして社会経験を積んでいたんだ。見習いたいくらい立派な子ね。T さんは私立高校の進学コースに在籍していて、夢は教師になることだったそうだ。勉強も家のことも一生懸命こなしながら、生活をしていた T さんは本当に努力家だぜ。富澤も頑張っている T さんのことを、心から大切に思っていたんだ。二人で暮らすようになってから富澤の様子に変化は現れたのかしら？二人で一緒に買い物に出かけている姿を目撃されているな。さらに富澤は T さんにお小遣いもあげており、お互いに支え合って生活をしていたんだ。だが、この幸せな生活は長く続かなかったんだぜ。2020年9月9日、富澤は息子に次のような電話をかけた。大変なことを起こしてしまった。喧嘩していたら動かなくなった。富澤の呆然とした声を聞いて驚いた父親は、車で富澤の家に駆けつけたんだ。そして、自宅の1階部分で血を流して倒れる T さんを発見したぜ。それを見た父親は9月10日の午前0時10分、警察に通報したんだ。富澤宅にはパトカーが続々と駆けつけ、近所は騒然となったそうだ。のどかな場所に大量のパトカーが現れたらびっくりするわよね。T さんはすぐに病院に搬送されたぜ。だが、上半身を刃物で何度も傷つけられ、出血性ショックが原因で亡くなってしまうんだ。T さんの傷は体の前面に集中しており、致命傷になったのは首の刺し傷だったぜ。男とはいえ富澤はかなりの高齢だけど、T さんは抵抗できなかったのかしら？高校生の女の子が、大切な家族から刃物を向けられたら、抵抗するのは困難だろうな。T さんは普段着の T シャツ姿で着衣に乱れはなく、抵抗した形跡もなかったぜ。また、寝室から台所にかけて T さんの、大量の血痕が残されていたんだ。じゃあ、T さんは寝ているところを襲われてしまったのね。ああ、富澤から逃げて台所に来たところで息絶えたと思われているぜ。自宅からは T さんを刺した刃渡り約17センチの包丁が見つかったんだ。現場の状況や T さんの父親から話を聞いた警察は、富澤を殺人容疑で逮捕したぜ。実の父親に娘の T さんを殺害された父親の気持ちを思うと、胸が痛くなるわ。この86歳の祖父が16歳の孫を殺害した。というニュースは世間を騒然とさせたぜ。近所の人はこの事件について、お孫さんが小さい頃から本当に可愛がっていたから、もう本当信じられない、この話聞いても何があったんだろうと思って、と語ったぜ。T さんのバイト先の元同僚は、富澤が T さんを車で迎えに来た姿を見ているぜ。T さんも富澤の好物の菓子をバイト先で買っていたと話しているな。バイト先にも仲の良さが知れ渡っていたのね。その元同僚は、バイト中におじいちゃんの話をすることもあった。なんでこんなことになったのか、と悲しげに打ち明けていたぜ。本当にその通りよね。
ちなみに逮捕前の取り調べ中、富澤は下着の中に紐を隠し持っていたぜ。これは富澤が自ら自殺するために使う紐であったと判明しているんだ。さすがに罪の意識があったのね。逮捕後の取り調べによると9月9日に、T さんと家庭の事情のことで言い争いになり、孫の言い方や態度をきつく感じて腹が立った。カッとなってやった。さらに、釈を断られて腹が立った。などという供述をしているぜ。お酒なんて手弱で飲みなさいよ。そして事件が発覚した時、台所には日本酒の紙パックが置かれていたぜ。逮捕時、富澤は普段より多く飲酒していたが、酩酊するほどではなかったそうだ。なら認知症が原因で犯行に及んだのかしら？いや、警察は明らかな認知症の症状もないとしているんだ。T さんと喧嘩をして時間が経っても怒りが収まらずに、という線が浮かび上がったぜ。でも富澤と T さんはお互いを大切に思って、支え合いながら生活をしていたのよね。ああ、事件が起きた9日も T さんはいつも通りで、変わった様子はなかったそうだ。学校側も夏休み前に行われた面談で、家庭の事情でしばらく親と離れて暮らす、と報告を受けていて T さんが実家を出て、富澤と同居していることも知っていたんだ。それについて、相談などはされておらず、悩みを聞いたこともなかったんだぜ。T さんは学校ではどんな様子だったの？明るくてほがらかな生徒であり、家庭環境に悩んでいるようには見えなかったそうだ。つまり二人の間にはトラブルがあったような様子は全くなかったのね。それじゃあなんでいきなり殺傷沙汰になったのかしら？富澤は認知症だけでなく、事件当時に飲酒していた可能性が高かったんだ。そのため、福井県警は鑑定留置を請求したぜ。これが認められると、刑事責任能力の有無や、程度を慎重に判断されることになるんだ。結果はどうだったの？鑑定留置の結果、富澤は刑事責任を問えるとされたぜ。そして初公判は、2022年5月19日に開かれたんだ。富澤はこの時すでに、88歳になっていたぜ。富澤は素直に罪を認めたのかしら？いや、富澤は殺害する気はなかったと殺意を否認したぜ。検察は、富澤は犯行時にアルコールの影響で意識障害があったものの、犯行の動機は孫娘に対する怒りやストレスによるものだ、と主張したぜ。そして、認知症を患っているが犯行において影響はなく、善悪の判断や犯行を思いとどまる能力は著しく低いながらも残っていた。そして、心神耗弱状態で罪に問えると主張したんだ。病気やお酒のせいじゃなく、あくまで本人のせいってことね。弁護側はこれに対し、検察側の認知症やアルコールなどの影響で精神障害があり、物事の善悪の判断や犯行を思いとどまる能力は低いながらも残っていた。との主張は合理的な疑いが残ると述べたんだ。つまり、どういうこと？弁護側は富澤が犯行当時の記憶をほぼ失っている、と主張したんだぜ。そのため事件当時は心神耗弱状態ではなく、心神喪失状態だったとして無罪を訴えたんだ。そういうことね。似ているようで全然違うわ。富澤の精神鑑定を担当した医師は、富澤の病状についてカルテを提出したぜ。富澤は徘徊といった行動障害を伴わない、アルツハイマー型認知症だったと認定したんだ。その上で医師は、認知症が犯行に影響したとは考えにくい、と述べたんだぜ。じゃあ、病気のせいという可能性は薄いのね。だが先ほども言ったが、当日の富澤は普段より飲酒量が多かったぜ。その影響で記憶障害や衝動的になる複雑酩酊、意識障害が起きる潜耗状態だったんだ。抑制力が欠如して興奮を抑えきれずに衝動的に犯行に至った、とも述べていたぜ。医師は、富澤は T さんと喧嘩をするなど犯行動機があり、首を狙って攻撃していたことから犯行は一貫していて、目的性がある、と見解を示したぜ。あくまで殺意はあったってことよね。これらの精神鑑定の結果も踏まえて検察側は、怒りやストレスから認知症を患いながらも、命を奪うという目的にかなう行動をしている、として、限定的ながら責任能力を持つ心神耗弱状態であった、と指摘し、富澤に懲役8年を求刑したぜ。これに対し弁護側は、心神耗弱ではなく心神喪失である、と主張を変えず、最後まで無罪を訴え続けていたんだ。結果はどうなったのかしら？2022年5月31日、富澤には懲役4年6ヶ月の実刑判決が下されたぜ。裁判長は弁護側の主張する心神喪失ではなく、刑事責任能力を問える心神耗弱状態であった、と認定した上で、犯行直前に富澤は T さんと喧嘩をしていたことも認定したぜ。上半身、特に首に向かって何度も、包丁で攻撃していたこともわかっているんだ。しかも、首の傷の最も深いところは約8センチにも達していたんだぜ。
傷の多さや深さから明確な殺意はあったと指摘して、飲酒で意識障害が生じていたものの、その程度は重くない、と判断されたんだ。殺意がなかったとは、どう考えても言えないわよね。弁護側はこの判決を受けて控訴したぜ。だが、2023年1月26日の控訴審判決公判では、一審の判決が支持され控訴は棄却されたぜ。だがこの控訴審判決後に弁護側は上告したため、今後の最高裁で刑が確定するぜ。まだ争っている最中なのね。ああ、せめて被害者の家族が少しでも納得のいく判決を求めるぜ。近年では認知症に関するトラブルも増えてきているわよね。ああ、認知症などの疾患を患う患者は人によっては性格が凶暴になるんだ。老人とは思えない力で暴れた場合、おとなす運命で抑え込まなければならないぜ。行政や福祉の力も借りて、マイナスな感情を抱え込まずにしてほしいよな。そうね。被害者のご冥福をお祈りいたします。二つ目、相模原死体遺棄事件。まずは事件の概要から話していくぜ。この事件が発覚したのは2015年6月25日のことで、相模原市の墓地から人間の遺体の頭部が発見されたことから始まるんだ。墓地なら遺体が見つかっても不思議じゃないんじゃない？墓地に入るのは、火葬されて骨を砕いたものを入れた骨壺だけだぜ。この遺体は直に埋められていたんだ。墓地で発見って言うから、てっきり普通に埋葬されたんだと勘違いしちゃったわ。それで、その遺体は誰だったの？遺体は当時25歳だった阿部ゆかりさんという女性のものだったんだ。ゆかりさんの父親が行方不明で相談していて、警察はゆかりさん親子の行方を探していたんだぜ。捜索をお願いするってことは、ずっと行方がわからなかったのね。って、ゆかりさん親子って？ゆかりさんは若くして結婚して長男を出産したが、ほどなくして離婚してシングルマザーになっていたんだ。その後は実家に身を寄せていたんだが、2007年9月に出て行ってからは家族も行方を確認できていなかったんだ。最終的にこんな形で発見されるなんて、ご家族も悲しかったでしょうね。お子さんは無事だったの？残念ながら、長男の響ちゃんもゆかりさんと同時期に、殺害されたと推認されているぜ。後日、川崎市の畑で発見された歯と骨が DNA 鑑定で、響ちゃんのものと判明したんだ。その近くにはおむつとおもちゃも落ちていた。ゆかりさんの遺体とは随分離れた場所で発見されたんだね。それで、犯人はすぐに捕まったの？ああ、ゆかりさんの遺体が発見された翌日に、ゆかりさんと過去に交際していた佐藤和麿という男が逮捕された。その共犯として逮捕されたのが、犯行当時の交際相手だった秋山千咲なんだ。佐藤がゆかりさんを殺して、秋山が死体を遺棄するのを手伝ったってことだね。佐藤はゆかりさんの殺害については、気づいたら死んでいたと否認し、秋山も犬の遺体だと思っていて、人の死体を遺棄した認識はなかったと容疑を否認したんだ。でも、交際していたなら口裏を合わせた可能性もあるよね。犯行から2年が経過しての逮捕だし、そこは何とも言えないな。そして、この事件は二人の犯人の異色な経歴や発言から、瞬く間にメディアに取り上げられたんだ。異色な経歴と発言ってどういうこと？そんなに珍しい経歴を持っていたの？佐藤和麿と秋山千咲はどちらも裕福な家庭の生まれなんだ。さらに佐藤は嘘で経歴を塗り固めていたことが判明して話題になった。秋山は生粋のお嬢様だったこと。事件の容疑者としては異例の記者会見を開いたことでも有名で、裁判での発言や弁護士に宛てた手紙の内容も報道されていたぜ。北川景子さんに関する発言もその時のものだったの？それは順を追って話していくとして、次は犯人である秋山と佐藤の生い立ちと出会いについて紹介していくぜ。北川景子さんに対抗心を燃やした理由がわかるのかな？秋山千咲は静岡県でお茶などを生産する豪農の家庭の生まれだぜ。お茶卸に携わる人なら知らない人のいないレベルの農家で、その地位は秋山の祖父が一代で築き上げたそうだ。裕福っていうのはなんとなくわかったけど、どれくらいお金持ちだったの？秋山の実家は大豪邸で、敷地に入ってから車で移動するレベルの広さだったそうだ。家には高級外車があって着ているものも豪華、家族で海外旅行にも頻繁に行くような家庭だったんだぜ。漫画の世界でしか見たことないレベルのお金持ちね。秋山千咲には妹がいた。その妹は早くに結婚しているんだが、結婚祝いに親が1億円もする都内のマンションをプレゼントした。なんて逸話もあるんだ。1億円のマンション。それじゃあ、秋山本人も、かなり裕福な暮らしをしていたってことね。秋山千咲は高校までを裕福な実家で過ごし、卒業後は白百合女子大学に通っていたぜ。この大学はアナウンサーを多数輩出している名門校で、秋山もその例に漏れず、アナウンサーを志望していたんだ。
容姿を見る限り、アナウンサーにもなれそうな感じがするね。ますますどうして犯罪に手を染めたのかが気になるよ。その前に、佐藤和麿の話をしておこう。佐藤は東京出身なんだが、実家は都内の一等地にそびえる、3階建ての豪邸なんだ。秋山に負けず劣らずの裕福な家庭だったのがわかるよな。都内に豪邸を建てるなんて、何億円するのか想像もつかないね。二人ともお金持ちみたいだし、上流階級の縁で二人は知り合ったのかな？お金持ち同士の縁とかではなく、二人はバイト先の同僚として知り合ったんだ。当時の佐藤は、親族に政治家がいる慶応大学法学部の学生で、いずれは政治の世界で生きていく、と嘘を吐いていたぜ。嘘を吐いていたのね。その後、佐藤はテレビ関係者を名乗るようになり、有名女優との交際歴やエグザイルをテレビに起用したきっかけが、自分であることを自慢するようになったぜ。もちろんそれも嘘なんだけどな。テレビ関係者だし、アナウンサー志望だった秋山が惹かれたのも無理ないわ。秋山本人の手紙によると、当時の彼女から見た佐藤は、ものすごく大人でレディーファーストで優しく知識があり、これまでの男性とは異なるものでした。だそうだ。両親にも佐藤を紹介していて、彼は家業の農家を継ぎたいとも話していたんだ。何もかもが嘘まみれね。そういえば、実際の佐藤の職業って何だったの？佐藤の実際の職業は、飲食店のアルバイトだ。出身大学はおろか、大学を卒業していたかどうかも不明だぜ。よくそんな大それた嘘を吐いて、なおかつ人を騙せたわね。佐藤の母親は元文化放送のアナウンサーだったから、メディア業界の知識はあったんだろうと言われているぜ。その嘘を演じるために、プロデューサーとしてわざとらしく電話のふりをしていたこともあったんだ。嘘を吐き通すことに、ものすごい執念を感じるね。でも、そもそもどうしてそんな嘘を吐いていたの？出会い系サイトでも麿の名前で、同じ経歴で女性にアプローチしていたという話があるから、女性の気を引くためだろう。出会い系でアプローチされた女性は、怪しいから会わなかったようだけどな。テレビ関係者って言うと、いかにも華々しいもんね。その女性は会わなくて本当に良かったわ。また、佐藤の虚言癖は、幼少期の環境の影響もあると言われている。実家は裕福だったって話だけど、親との関係に問題があったの？ああ、佐藤の母親は兄弟差別をしていたんだ。母親は和麿ではなく3歳年下の弟を可愛がっていたんだ。弟は容姿端麗だったが、和麿はひどいアトピー性皮膚炎だったことも原因だったそうだ。その兄弟差別は学校に持っていく弁当の内容にまで影響したんだ。あまりにみすぼらしい弁当を見て、教師が母親に連絡したほどだったぜ。学校のお弁当だから先生が気づいたけど、家の中ではどんな感じだったんだろ。想像がつかないわね。和麿は家庭内での扱いや容姿へのコンプレックスが原因で、昔から嘘を吐いたり友達のものを盗んだりしていたんだ。そのおかげで、近所からは嫌われていた。嘘をつく癖は、大人になっても治らなかったようだな。とんでもない嘘の経歴で女性に近づいたのも、そこに原因がありそうな気がするわね。ゆかりさんもその嘘に気を許してしまったのかな？さて、次に事件の詳細だが、佐藤とゆかりさんが出会ってしまったのは2007年だと推測されている。ゆかりさんが、2007年の9月に実家を出ているから？そうだ。このタイミングで二人は交際を始めたと推測されているんだ。そういえば、犯行当時は秋山とも交際していたって話だけど、どういうことなの？犯行当時、佐藤はゆかりさんと秋山の二人と同時に交際していたんだ。二股をかけていたのね。嘘のうまさがそこでも生きたのかな？かもしれないな。交際が始まった翌年の2008年には、ゆかりさん親子が新宿区に転居しているんだが、その後は消息がわからなくなるんだ。2012年にゆかりさんから母親に、お金を貸してほしいという内容の電話があったんだが、それ以降は家族にも連絡はしていなかったぜ。そして2013年3月の司会の記録を最後に、ゆかりさんは姿を消してしまったんだ。佐藤和麿に殺されてしまったのね。ゆかりさんの遺体の首に内出血の跡があったことから、首を絞められて殺害されたと断定されている。睡眠薬を服用させて意識を失わせてからの犯行と見られていて、その睡眠薬は秋山に大量に購入させたことが判明しているぜ。大量の睡眠薬を買わせるなんて、秋山は不審に思わなかったのかな？秋山の話によると、佐藤は DV 気質で、無茶な命令をしてくることも珍しくなかったそうだ。川越にさつまいもを買いに行け、相模原でジャムを買ってこい、などの命令を日常的にされていたから、睡眠薬の購入もその一環だったと考えていたと話している。秋山の話が本当だとしたら、いつものことだと思って気づけなかったのかもね。犯行後、佐藤は秋山に世田谷区のマンションを借りさせ、そこにゆかりさんの死体を放置していた。
1ヶ月も放置されていたため、死体は異臭を放ち、近所では騒ぎになったこともあったんだ。マンションで異臭騒ぎなんて、警察に通報されてもおかしくないと思うんだけど、警察も駆けつけたが、秋山は犬の死体だと説明したんだ。近所の住人や管理人には、掃除代などをすべて負担するという条件で示談したそうだ。苦しい言い訳な気がするけど、最終的にはお金の力で解決したんだね。さすがに異臭騒ぎでまずいと思ったのか、ゆかりさんの死体はブルーシートに包まれた状態で、相模原市の墓地に運ばれ、そこに埋められたんだ。それで、2年もそのままになってしまったんだね。そうだぜ。2年が経過した2015年にゆかりさんの頭部が発見され、その翌日に佐藤と秋山は逮捕されたんだ。この時の二人はすでに別れていて、秋山は実家で暮らしていた。佐藤は殺人と遺体遺棄、秋山は遺体遺棄で捕まったのよね。秋山に関しては、ゆかりさんの殺人を幇助した疑いもあったが、証拠不十分で不起訴になっている。死体遺棄についても、秋山は異臭騒ぎの時と同様、犬の死体だと思っていたと無罪を主張したんだ。さっきも思ったけど、犬の死体だなんて、1ヶ月もマンションに放置する理由としては、かなり無理があるような気がするわ。実際、裁判でもその点は指摘されたぜ。さらに、埋める場所となった相模原市の墓地を、事前に下見していたことも判明し、人の死体だという認識があったと判断された。人の死体だって分かってないと、そんなことしないもんね。だが、秋山は一貫して同じ供述を繰り返し、無罪を主張したんだ。死体を埋める手伝いをした理由は佐藤に、手伝わなければ元カノの北川景子とよりを戻して手伝ってもらうからいい、と話され、負けたくない、という一心からだったと語っているぜ。それが北川景子さんに負けたくないって話なのね。旗から聞くと意味わからないけど、本人は佐藤の話を信じていたんだね。秋山はそのプロフィールと裁判時の負けたくない発言、そして事件の犯人としては異例の記者会見を開いたことなどで、一気に世間の注目を浴びることになったんだ。事件の犯人が記者会見を開くなんて聞いたことないけど、何を話したの？詳細は省くが、要約すると、自分も佐藤和麿に騙された被害者の一人だ、という内容だぜ。佐藤の DV の話も交えて無罪を主張し、自分はむしろ被害者だったというイメージを確立しようとしたんだ。裁判での主張も疑われてるのに、そんなことしたら逆にイメージ悪くならない？その通りだ。秋山が会見をしたり無罪を主張したりするほど、周囲の反応は冷ややかになっていったぜ。結果として裁判での心象も悪くなった。秋山が弁護士に送った手紙の内容も報道され、世間の目はますます冷めていったんだ。やることなすこと、すべてが裏目に出てるわね。結局、無罪になることはなく、秋山は2016年9月に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡された。佐藤の方はどうだったの？佐藤は証拠不十分として懲役1年8ヶ月、執行猶予3年の判決が下されている。裁判だから口を挟むものでもないけど、罪が軽くない？これは死体遺棄の分だけだぜ。ゆかりさんを殺害した罪の裁判は2019年に行われ、そちらは懲役18年の判決が下っている。本人は無罪を主張していたが、犯人というに推認できる、と判断されて有罪になったんだ。でも、それってゆかりさんのことだけだよね。長男の響ちゃんの方はどうなったの？歯と骨が捨てられていた場所にあったおもちゃが、佐藤とゆかりさん、響ちゃんの3人で撮った写真に、写っていたことまではわかっているぜ。そこまで一致しているなら、響ちゃんの件も佐藤が犯人なんじゃないの？その疑いが強かったんだが、殺害した根拠にならず、また死体遺棄罪の公訴時効は3年しかないため、この件に関しては不起訴処分になっている。時間が経ちすぎて、罪には問えなかったのね。ここからは、犯人たちのその後と現在について話していくぜ。秋山はどうなったの？懲役1年、執行猶予3年の判決が下されたのが2016年のことだから。すでに執行猶予の期間も過ぎているぜ。現在は実家に戻ってひっそり暮らしていると言われている。殺人幇助が不起訴になってるから、もう自由の身になっているのね。何の噂もないなら、静かに暮らしてるのかしら？秋山は犯行後から逮捕までの間も実家で過ごしているんだが、その期間に元同級生で東大卒の男性と遠距離恋愛の末、婚約していたんだ。それが事件で破談になったというのが最後のニュースだったぜ。東大卒だなんて、婚約相手もすごい人ね。その婚約の件があったから無罪を主張していたという話もあるが、その辺はわからないところだぜ。何にせよ、これ以上の続報がないことを祈りたいな。佐藤の方はどうなったの？死体遺棄罪の執行猶予は過ぎているが、殺人罪で懲役18年の判決が下っているから、佐藤は今も服役しているぜ。響ちゃんの件は時効になっているから、
疑惑に対して罪が軽すぎるという話も出ているんだ。結局、ゆかりさんの殺人に関しては認めてないし、響ちゃんのことに関しては詳しいことがわからないのね。真相を知っているのは佐藤だけだろうし、その本人が語ろうとしないわけだからな。残されたご遺族のためにも、せめて真実を話してほしいところだな。まったくね。三つ目、九州三次殺害事件。この事件の犯人、田中良次当時41歳は、子供3人との4人暮らしだったんだ。殺害された田中の子供の3人のうち1人は血が繋がっていないぜ。長男の R 君当時3歳と長女の B ちゃん当時2歳は、田中の実子だったんだがな。H 君事件当時9歳は田中の元妻の A さんの連れ子だったんだぜ。どうして田中が H 君を育てることになったのかしら？まずは田中の生い立ちから紹介するぜ。田中は福岡県筑紫野市の出身だ。小学生の時は少年野球に所属していた活発な子供だったそうだぜ。田中の父親はコーヒー会社に勤めていて母親は美容師だったんだが、自身の店を構えており、二人はいつも多忙だったそうだな。共働きだったのね。両親との仲はどうだったの？父親は酒浸りで休日になると朝から酒を飲んでいたぜ。目が合うだけで暴力を振るうような人物だったそうだ。それじゃあ、愛情は期待できそうにないわね。そのせいか、田中は中学校に進学すると、周囲と喧嘩することも多くなるぜ。中学2年の時に金属バットで先生に重傷を負わせたこともあるんだ。この頃にはタバコも吸うようになっていたぜ。同じ学校の生徒には恐れられていたようだな。確かにそんな不良がいたら怖いわ。田中は中学卒業後は高校にも進学せず、毎日のように遊び回っていたぜ。だが、それではいけないと思ったのか、とび職の手伝いをするようになったんだ。どんな悪でも、働かないとご飯は食べられないもんね。そして19歳の時に久留米市の居酒屋で、山本美雪という女性と交際を始めるぜ。田中は山本と共に女性の元交際相手に対して傷害や恐喝をしたんだ。ちょっと、働くんじゃなかったの？田中はこの件で監禁の罪を犯して有罪判決を受けるぜ。真面目に働けばいいのに。にしても、山本美雪ってなんだか聞いたことがある名前ね。山本美雪は2019年に起きた太宰府市不暴行事件の犯人だ。山本は2021年3月2日に懲役22年が言い渡されてたぜ。思い出したわ。確か獄中死をしたんじゃなかったかしら？その通りだ。2022年8月に獄中死しているぜ。話を戻すが、事件を起こした後も、田中と山本は別れることはなかったんだ。それどころか、妊娠したのをきっかけに二人は結婚、山本の実家で暮らすことになったぜ。交際だけは順調に進んでいたのね。だが、山本は男の子を出産した約2ヶ月後に、息子と田中を置いて失踪するんだ。田中は1年ほど山本の実家で息子の面倒を見ていたぜ。だが、最後は息子を残して家から出て行ったんだ。ひどい話だわ。息子がかわいそうね。結局、結婚生活は2年未満で終わってしまったんだ。これ以降、田中は山本や息子と連絡を取ることはなかったぜ。さらに2人が離婚した同時期に、田中の両親は車中で練炭自殺してしまうんだ。田中の離婚がきっかけだったのかしら？それは関係ないぜ。田中の母親はかなり金遣いが荒く、さらに借金の保証人になったことで困窮したんだ。こうして田中は実の親も失ったが、元妻の山本の父親とは関わりが残っていたぜ。田中の実の両親は他界してしまったが、田中は元妻である山本の父親とは連絡を取り合っていた。元妻とは連絡を取らなかったのに、父親とは連絡を取り合うなんて不思議ね。実は山本の父親はヤクザの幹部で、田中に自分の組に入るように誘っていたんだぜ。なるほど、山本はヤクザの娘だったのね。それで、田中は断ったのかしら？田中は乗り気ではなかったようだな。だが、結局断りきれずに組に入り、犯罪に手を染めるようになったんだ。このことで、何度か逮捕されたこともあるぜ。そんな生活の中で、田中は2回目の結婚をして、2人の子供を授かっているんだ。それでも更生しなかったの？それどころか2人目の妻とも別れ、3回目の結婚をしたぜ。3回目の結婚では1人の子供が生まれているんだ。だが、この3回目の結婚生活も長く続かなかったぜ。どうしてこういう人って何度も結婚と離婚を繰り返すのかしら？離婚後、ヤクザから足を洗っていなかった田中は親権を取れなかったぜ。2回目と3回目の結婚でできた子供は、それぞれの元妻が育てているんだ。親権を取れたら、そっちの方が驚きだわ。田中はその後も荒れた生活を送っていたが、ヤクザの世界も厳しいものだったぜ。感心できることではないけど、大変さもあるんでしょうね。限界を感じた田中は30歳になった頃に、
福岡から埼玉県の西川口へ移り住んだ。足を洗ったの？田中はヤクザを辞めた人間を支援していた牧師を頼ったんだ。そして、働きながら新たな生活を送るようになったぜ。足を洗ってもギャンブルをやめられず、金遣いは荒かったそうだな。だが、徐々に新しい生活にも慣れて金銭感覚も改善されていったぜ。あら、それはいいことじゃない。だが埼玉に移って4年経っても馴染めずに、結局は福岡に戻ったんだ。福岡に戻った田中だが、ヤクザに近づくことはなく再び飛び職の仕事に就いたぜ。そして、福岡県大野城市の居酒屋で知り合った、シングルマザーの A さんと出会ったんだ。A さんは田中の10歳年下だったが、意気投合してお互いの家に通うようになったぜ。田中には女性を引きつける魅力があったのかしらね。でも、シングルマザーなら子供がいるんじゃない？ああ、A さんの家には後に田中の養子になる H 君がいたぜ。田中は H 君の遊び相手になったり、ご飯を作ってあげることもあったんだ。そんな田中に H 君はよく懐いていてな。パパになって、といったことがきっかけになり、二人は2017年に籍を入れたんだ。田中は H 君と養子縁組をしたんだぜ。こうして H 君は田中の養子になったのね。ああ、田中は結婚後も真面目に仕事を続け、順調な夫婦生活を送ったんだ。そして長男の R 君と長女の B ちゃんが生まれたぜ。だが、この結婚生活もうまくいかなかったんだ。4回目の結婚もダメだったの？妻の A さんは大の酒好きだったんだ。R 君たちが生まれても、それを改めることはなかったんだぜ。さらに酔っ払うと手がつけられないくらい暴れるんだ。仕事中の田中に電話をかけてくることもあったぜ。なんか、田中の父親と重なるわね。電話口ではよく R 君たちの泣き声が聞こえていたそうだ。こうして田中と A さんは、喧嘩になることが増えていくぜ。ひどい時には警察沙汰になり、田中は仕事が続けられずに退職してしまったんだ。退職を機に田中たちは福岡市に引っ越したが、夫婦喧嘩が減ることはなかったぜ。A さんが叫びたりの生活を送る以上、場所を変えても無駄よね。そして田中のストレスも限界に近くなっていたぜ。H 君がトラブルを起こした時に手を挙げてしまうんだ。A さんはそのことを DV だと言って、H 君を児童相談所に預けてしまうぜ。R 君と B ちゃんは夫婦の元に残ったのね。ああ、そんな中、田中は夫婦生活に限界を感じ始めたぜ。田中は A さんを残し、2020年の5月に、R 君と B ちゃんを連れて出ていくんだ。今度は飯塚市の団地に引っ越したぜ。だが A さんは、田中たちの居場所を突き止めてきたんだ。児童相談所から H 君を引き取って追いかけてきたぜ。A さんの執念も怖いわね。だが A さんは、自分が悪かった。酒はやめる、と反省した様子を見せたんだ。田中はもう一度、5人での生活をスタートさせたんだぜ。これで一件落着。じゃないわよね。ああ、夫婦仲が改善されることはなかったんだ。さらに二人は生活費が足りず、近所の人が数万円を貸したこともあったぜ。え、お金を貸した人もいるの？そして夫婦喧嘩は激しくなる一方だったんだ。近隣の住民や警察が仲裁に入ることが何度もあったくらいだぜ。近所の人が仲裁に入るってよっぽどよ。2020年12月中旬には酒を飲んで興奮した。A さんが包丁を持ち出しているぜ。警察が現場に着くと二人とも血まみれで、部屋の壁も真っ赤になっていたそうだ。これを見た警察は、お互いの命を守るためにも離婚した方がいい、と二人に助言したぜ。子供たちは大丈夫だったの？ B ちゃんは知人宅に預けられていて留守だったぜ。だが、H 君と R 君は家にいたためこの喧嘩を目撃しているんだ。警官が H 君と R 君に、お父さんとお母さんが別れたらどっちについていきたい？と尋ねると二人とも迷わず、お父さんと即答したそうだ。子供たちは全員田中についていくと決めたのね。田中と A さんは12月11日に離婚届を出して、A さんは一人で家から出ていくぜ。こうして、田中が3人の子供を育てることになったわけだな。だが、田中一人で3人の子供の世話をするのは容易ではなかったぜ。今はマンツーマンの育児でも大変だもんね。H 君は発達障害があり、電気を消し忘れたり蛇口を閉められなかったりしたんだ。それに嫌いな食べ物を飲み込めないなど、手を焼くことがあったようだな。でも暴力を振るっていい理由にはならないわよね。その通りだ。田中は完全に一人で育児をしていたせいで、ストレスが溜まっていくんだ。離婚してすぐに子供たちが、冬休みに入ったこともストレス要因だったな。冬休みだと、ずっと子供が家にいることになるのね。さすがに、どこかの手を借りた方がいいんじゃない？子供を児童相談所に預けるなど道はあったはずだが、田中はそうしなかったぜ。その理由については明らかにされているのかしら？裁判では田中の知能が低かったことが理由だとされているな。だが、田中自身の考えはわかっていないんだ。
そんな中の2021年1月、H 君は田中が作った料理を吐き出してしまったぜ。鍋を作ってみんなで食べていても、鍋の中に吐いてしまうことがあったそうだな。鍋でそれは厳しいわね。田中は、嫌いなら食べなくていい。弁当か何か買ってきてやろうか?と H 君に言うと、コンビニのお弁当の方がいいと返したそうだ。しかしそれを聞いた田中は激怒して H 君に手を挙げるぜ。自分で聞いたくせに手を挙げたの。田中も H 君のことで悩んで、子供がご飯を食べない。どうしたらいいですか?と児童相談所に相談してはいたんだ。だがすぐに状況が改善することもなく、田中のストレスが先に限界を迎えたぜ。相手は子供なんだから、根気強く向き合うしかないわ。それなのに暴力を振るうなんてもってのほかよ。その通りだぜ。さらに田中はヤクザから足を洗っても、暴力的な面は変わっていなかったんだ。ストレスを感じると H 君に暴力を振るうようになったんだぜ。実子の二人には手を出さなかったの?暴力は H 君一人にだけ向けられていたんだ。H 君は1月8日の始業式には顔を出したが、それ以降は欠席が多くなっていくぜ。学校は H 君が暴力を振るわれていることに気づかなかったのかしら?田中は具合が悪いので休ませます。と毎回学校に連絡を入れていたんだ。しかし1月は4日しか登校してこなかったため、学校側は自宅訪問を希望したぜ。だが田中は、コロナが流行っているのに家に来る気か、と学校側の訪問を阻止するんだ。コロナの弊害がこんなところにも出るなんて、このやり取りをしている間にも、H 君に対する暴力は止むことはなかったぜ。H 君は体中傷だらけになって、足はひどく腫れ上がってしまっていたそうだ。H 君はそのまま登校できなかったのかしら?H 君は2月8日に学校に登校してきたぜ。体には湿布が貼ってあり、湿布の下にはあざのようなものが見えていたんだ。だが、H 君は、ジャングルジムから落ちた、と説明するように言われていたため、虐待されていることを伝えられなかったんだ。虐待されていることを伝えられる子供は少ないのよね。田中は H 君に、ママのところに行けよ、と怒鳴ることもあったが、H 君は、パパがいい、と言って田中の元を離れることはしなかったんだ。こんなにひどいことをされても田中を選ぶしかなかったのね。田中は虐待がバレないよう学校を欠席させていたが、自宅には痕跡が残っていたぜ。田中は、もし学校や児童相談所が訪問してきたら、ごまかしきれないと思ったんだ。そのため、子供たちを車に乗せて、家にはあまり戻らずに外で過ごすようになるぜ。そんな中、いよいよ事件が起きてしまうんだ。2021年2月16日、田中はいつものように子供たちを車に乗せたぜ。だが、車内で H 君が失禁してしまい、田中は殴る蹴るなどの激しい暴行を加えたんだ。1月から何度も田中の暴力を受けて、弱っていた H 君は限界だったんだ。太ももへの打撲による外傷性ショックで、ついに命を落としてしまうぜ。R 君と B ちゃんは H 君が死亡したことに気づかなかったのかしら?田中は気づいていなかったと思うと自供しているぜ。我に返った田中は心臓マッサージや、人工呼吸などの救命措置を行ったんだ。だが、H 君が目を覚ますことはなかったぜ。どうして救命措置をしたことがわかるの?罪を軽くするために嘘をついたのかもしれないじゃない。H 君の肋骨が複数折れていたんだ。そのうちの一部は心臓マッサージを行った際に折れたと見られているぜ。H 君の遺体を見た田中は、こうなった以上、自分は生きていられない、と思い、家に戻って H 君の遺体を置いたぜ。そして、R 君と B ちゃんと一緒に自宅から逃走したんだ。この時、田中の頭には二つの選択肢が浮かんだそうだ。選択肢?H 君を殺害したなら自死する以外ないわよ。いや、田中は、R 君と B ちゃんを施設に預けて一人で自殺する。三人で心中するか、のどちらかを選ぼうとしたんだ。三人で心中は論外だわ。だが、二人の子供と離れることを恐れた田中は、無理心中を決意するぜ。そして、最後に家族旅行をしようと考えたんだ。田中は2021年2月18日に福岡市内でレンタカーを借りているぜ。このことについて田中は、前日の17日には二人を道連れにはしたくないと思った。だけど離れきれませんでした。本当に罪のない子供たちの命まで奪ってしまい、申し訳ありません。というような内容のメモを作成しているぜ。許されることではないわ。それに、H 君の殺害だって許されないわよ。だが18日と19日には学校に H 君の欠席の連絡を入れているぜ。田中は、H 君を殺害したことについては反省の色を見せていないんだ。どこまでも身勝手だわ。学校に H 君の生存を匂わす連絡を入れながらも、田中は逃走を続けたぜ。19日に市内の知人に金を借り、宮崎県串間市にある両親の墓参りをしているんだ。さらに観光名所を巡り、民宿で海を見るなどしているな。最後の旅行も人の金で、R 君の、船に乗りたい、
という希望から、田中は鹿児島県の桜島に向かったぜ。田中は旅行中に R 君と B ちゃんに対して、俺と離れられるか?と問いかけたそうだ。二人は何度聞かれても、バイバイしないでと答えたぜ。このことから、田中は心中の決意を固くしていったようだな。まだ小さい子なんだから、そう答えるに決まってるわ。田中は卑怯だわ。そうだな。事件のこともよく理解できないだろうし、二人に選択肢はなかったぜ。そして、2月24日にはレンタカーのガソリンがなくなってしまうんだ。田中は宮崎県の商業施設の駐車場に車を乗り捨てて電車で桜島に向かったぜ。そして、桜島のホテルにチェックインしたんだ。翌日の25日には、自宅で H 君の遺体が発見されているぜ。H 君、かわいそうに。その頃、田中たちは何をしていたの?3人でフェリーに乗って桜島を観光していたぜ。田中の行動に腹が立つわ。でもついに、警察が田中の逮捕に動き出したのね。だが、26日に、もう時間がない、と考えた田中は昼寝をしている二人の子供を殺害することにしたんだ。そんな、逮捕は間に合わないの。田中は、購入していたナイフで、最初に R 君の胸を刺して首を絞めて殺害したぜ。そして、B ちゃんの首にも手を回して殺害したんだ。警察が田中の居場所を突き止めて、ホテルに突入したのは26日19時頃だったぜ。もう少し早ければ、二人は助かっていたのよね。田中はパトカーのサイレンにすぐに気づいたぜ。そして、4階から飛び降りたんだ。自殺しようとしたのかしら?腰や足の骨を折るなどの重傷を負ったが、命に別状はなかったぜ。ホテルの室内からは、全部自分が悪い。3人で一緒に死ぬ、と書かれた遺書と、R 君と B ちゃんの遺体が見つかったんだ。警察は田中の回復を待って、4月26日に殺人容疑で逮捕したぜ。H 君の件は罪にならなかったの ?H 君は司法解剖の結果、気管支肺炎による病死の可能性が指摘されたんだ。そのため H 君の件は捜査が続いたんだぜ。最終的には田中の暴行が原因だと判明し、傷害致死と遺体遺棄で再逮捕となったぜ。福岡地方裁判所で行われた裁判で、田中は車椅子に乗って入廷したぜ。田中は R 君と B ちゃんに関しては、殺害したことを認めたが H 君については、私の暴行で命を落としたかはわかりません、と述べて容疑を否認したんだ。このゴミを呼んで H 君殺害を認めないなんて許せないわ。検察は、離婚後の育児ストレスで H 君に何度も手を挙げたことは非常に悪質、と述べて事件の発覚を恐れて学校を休ませたことも指摘しているぜ。そして、何度も手を挙げたことで H 君の命を奪い、実施二人も道連れにしようと考えて命を奪った、と指摘したんだ。まったくもってその通りだわ。弁護側は、実施二人については犯行を認めており、H 君に対する暴行も認めたが、H 君は死亡時肺炎にかかっていて、肺炎で亡くなった可能性も否めない、として、傷害致死罪は成立しないと主張したぜ。裁判では H 君の実母で、田中の元妻である A さんも証言台に立ったんだ。A さんはどんな話をしたのかしら?田中は実施には優しかったが、養子の H 君には厳しかったと証言しているぜ。本当に、R 君たちと H 君の扱いには差があったの ?A さんはこれについて、扱いは天と地くらい違う。H 君を無視をしたり部屋に閉じ込めたり、酔っ払うとプロレスの関節技を決めていて H 君はよく泣いていた、と述べているんだ。それは、明らかに違うわね。だが田中は、実施と養子関係なく子供に接していた、と言ったぜ。近所の人の証言でも、田中は子煩悩だと言われていたんだ。離婚時に子供たちが田中を選んだことから、親子関係は良好とも思われていたな。A さんの内容とは真逆の証言ね。だけど近所の人の証言より、同居していた A さんの証言の方が正確なんじゃない?霊夢と同じように考えた人は多かったようだ。検察側は田中が残していた遺書を読み上げたんだが、遺書には、私と R、B と3人がずっと一緒にいられるように仮装してください。最後まで本当にすみません。気づいたら手遅れでした。と書かれていたぜ。実施の名前は書いているけど、H 君の名前は書かなかったのね。検察側は、育児ストレスはそれほど大きなものではなく、児童相談所に相談していれば軽減できた。H 君の件については殺人に匹敵する。危険で極めて悪質な行為。長期間にわたって衰弱するのを目の当たりにしながら、虐待した極めて悪質な対応、だと厳しく指摘して、実施二人についても、生活苦や病気の無理心中とは全く異なり、酌量の余地はない、として、田中に無期懲役を求刑したぜ。子供を三人も殺害したんだから当然だわ。弁護側は、田中被告は知能が低く、子育てで抱えたストレスは、相当のもので酌量の余地がある、と懲役18年を求めたが、
2022年10月11日に行われた裁判で裁判長は、肺炎も影響したと考えられるが、死因と考えられるほどではないとした医師の説明は信用できる。H 君の死因は外傷性ショックと認められ、田中被告の暴行と因果関係がある、と傷害致死罪を認定して、幼い子供3人の生命を奪ったという結果は極めて重大。短い生涯を終えざるを得ず将来を奪われた被害者らの無念も計り知れない。離婚して一人で養育することになり育児ストレスが溜まる中、怒りを覚えたのは理解できなくはないが、児童相談所に預けてストレスを軽減することもできた。被告人が養子に対して暴行に及んだ動機は、身勝手というほかなく、組むべき余地は乏しい。養子の死亡が捜査機関などに露見することにより、実子二人と離れ離れになりたくないと考えて無理心中を図った。被告人の身勝手な願望に何ら罪のない実子らを、巻き込んだもので同情の余地はない。として、田中に求刑通りの無期懲役を言い渡したぜ。まあ、当然の結果だと思うわ。裁判長は最後に、生涯をかけて愛する子供の命を奪った自分自身の罪から目をそらさず、向き合い続けてください、と田中に語りかけているぜ。田中にその言葉は届いたのかしら。どうだろうな。弁護側は判決を不服として控訴したが、2023年3月24日に棄却されて刑が確定したぜ。結局、実子と H 君の間の対応には差があったのかしら？裁判の記録からは H 君と実子の対応に、差があったのかは明確に示されていないな。だが、実子には手を出さず、H 君一人に暴力を振るい続けたことは確かだ。H 君の境遇を思うと胸が痛くなるわ。四つ目、境内性父親殺害事件。まずは事件の被害者について説明するぜ。この事件は2018年東京都大田区で起きたんだ。被害者は鳥屋高美さん当時58歳だ。彼は東京で生まれ、有名な漫才コンビの息子として育ったぜ。え、そうなの？なんていう漫才コンビ？高美さんの父親は、鳥屋二郎さんだ。漫才コンビコロムビアトップライト、のライトさんとして活躍していたぜ。当時、東京で人気のコンビで、相方のトップさんこと下村豊さんは参議院議員も務めたほどだ。へえ、そんなに有名な漫才コンビだったのね。その息子が殺されたっていうのは、父親の人気に嫉妬したってことかしら？それにしては時が経ちすぎている気がするわ。いや、そのことは本件には関係ないぜ。ただ、高見さんは父親が漫才コンビをしていたことに、コンプレックスがあったようだ。え、どうして？お父さんが有名人だなんて、羨ましいじゃない。何でも学校で父親のことをからかわれていたそうだ。その度高見さんは、怒って暴れ回ったそうだぜ。高校時代はよく喧嘩もしたそうで、同級生からは危険人物として認識されていたんだ。家族が有名人なのも大変なのね。とはいえ高見さんは真面目に勉学に取り組み、慶応義塾大学の法学部に進学したぜ。大学卒業後は議員の秘書をし、後に不動産関連の会社を経営しているぜ。父親へのコンプレックスか、とてもお堅い仕事をしていたのね。経営者だなんて高見さんもすごい人だわ。高見さんは結婚し、30代後半で長男を授かったぜ。多忙の中でようやく生まれた子供だからか、高見さんは息子を溺愛していたそうだ。年取ってからできた子供は溺愛されるってよく言うわよね。しかしこの溺愛された子供こそが、今回の事件の加害者である鳥屋ともなりなんだ。溺愛された息子が父親を殺したの？ともなりが生まれた3年後には弟が生まれ、鳥屋一家は4人で生活していたぜ。一家が住んでいたのは東京都大田区にある高級マンションだ。都内の高級マンションで一家4人で暮らすなんて、羨ましいとしか思えないわ。旗から見るとそうだよな。ところが、高見さんにはある問題があったんだ。ある問題って？それは酒癖が悪いことだぜ。高見さんはストレスが溜まった時に飲酒すると、家の中で暴言を吐くことがあったそうだ。それは家の空気が悪くなるわね。家族からしたら溜まったものじゃないわ。そんな環境にあっても、ともなりはぐれることなく順調に成長していったぜ。ともなりはマイペースだが明るくて、人のことを考えられる性格だったそうだ。そのため友人からも人気者で、人付き合いもうまかったぜ。明るく育ってくれてよかったわ。きっといいお兄ちゃんだったのね。ともなりは小学校高学年になると、本格的に中学受験の勉強を開始したんだ。高見さんは仕事の合間を縫ってともなりに勉強を教えたり、塾の送り迎えをしていたぜ。こうして親子で頑張った結果、難関である慶応義塾湘南藤沢中等部に合格したんだ。高見さんは友成の受験合格を心から喜んだそうだぜ。すごいじゃない、高見さんと二人で勝ち取った合格ね。友成は中学生になると、英会話に通う傍ら学校で空手部に所属したぜ。練習に励みながら後輩をカラオケに誘うなど、
面倒見がいい後輩思いの先輩だったそうだ。また友成はファッションにも興味を持ち、人と会う時はおしゃれな格好をしていたぜ。おしゃれで面倒見のいい好青年じゃない。きっと女の子にモテたと思うわ。文武両道として知られた友成は、3歳年下の弟のことも大切にしていたそうだな。実際、弟の誕生日にはプレゼントを送ったりしているぜ。また、電車に乗るときはよく人に席を譲ったりと、優しい一面もあったんだ。ここまで聞いたら、とても父親を手にかける人とは思えないわ。この事件、何かの間違いだったんじゃないの？しかし、友成が中学に入ってから不穏な出来事が起きていたんだぜ。不穏な出来事？ある日、空手部の練習が終わった後、部員たちは更衣室で着替えていたんだ。その時部員の一人が、友成の体にあざがあったのを見ているぜ。空手部だったら、あざぐらいできるんじゃないの？いや、部員は一目見てそれが空手でできるあざじゃないと気づいたんだ。そこで部員は、友成に喧嘩でもしたの？と尋ねたぜ。確かに弟もいるし、兄弟喧嘩でもしたのかしら？いや、友成は、親にやられた。父親は本当に厳しくめんどくさい。母親や弟も相当やられている、と答えたぜ。高見さん、酒癖が悪いどころじゃないわね。暴言だけでもきついのに、暴力は完全にアウトだわ。友成はごく少数の友達にしか教えていなかったが、父親との関係に悩んでいたんだ。高見さんはしつけや学業に関して厳しい人物だったようだぜ。実際、友成のテストの点が悪い時は容赦なく手を挙げていたそうだ。そして友成が高校に進学すると、親子関係はさらに悪化していくぜ。親から暴力を振るわれるのは、いくらお金持ちの家でも嫌よね。先生や病院に相談できなかったのかしら？ある時、高見さんは酒に酔うと息子たちにこう言い放ったんだ。誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだ。俺の言うことを聞かなければ学費は払わないぞ。高見さんはこんな風に暴言を吐き、自分に逆らうことは許さなかったぜ。こんなこと言われても、子供はどうしようもないじゃない。典型的な毒親ね。ただ友成も言われっぱなしではなく、言い返すことがあったそうだ。そうすると高見さんは、友成の胸ぐらをつかみ、殴りかかってきたぜ。自分の息子が父親に暴力を振るわれて、母親は何をしていたの？高見さんの妻はこのような状況に、仲裁に入ったこともあったそうだ。すると高見さんは、妻にも手を挙げたそうだぜ。このような家庭環境のことを、友成は友達にこう話している。自分はどちらかといえばネガティブ。友達を作るのが苦手なんだよね。このように語る友成は、明るい時と暗い時の落差が激しくなっていくぜ。家庭環境に問題がある子供の情緒が、安定するわけないわよ。こうして友成が高校2年生になる頃、ある問題が起きたんだ。今度は何が起こったの？ある時、友成が自分の部屋が欲しい、と両親におねだりしていたそうだ。しかし、高見さんはそれを突っぱねていたぜ。思春期になったら自分だけの部屋が欲しいわよね。お金持ちなら広い家に引っ越せばいいのに、そうしなかったのね。ああ、そのうち父と子は言い合いに発展したんだ。言い合いはヒートアップし、高見さんは友成を突き飛ばしたぜ。すると友成は、逆に高見さんを殴りつけたそうだ。気持ちはわかるけど、殴ったら逆上しそうで怖いわ。この出来事をきっかけに、親子関係は変化していくことになるぜ。数日後、高見さんはこれからは息子の意思を尊重しよう、という気持ちになったそうだ。そして、友成に部屋を与えることにしたぜ。友成も自分の意見が認められたことで、父親を人生の先輩として尊敬するようになったんだ。よかったじゃない。これで争いは解決だわ。こうして高校を卒業した友成は、慶応義塾大学経済学部に進学したんだ。さらに、弟も慶応義塾高校に入学し、高見さんはとても喜んだそうだな。高見さんは入学式の様子を写真に撮り、SNS にアップしているぜ。そこには、長男、次男とも無事に新しいスタートの春です。子供の成長とともに心配とお金がかかります。まだまだ頑張らねば、と書かれていたぜ。また入学前には家族でハワイ旅行に出かけ、息子二人の合格を祝ったそうだ。息子が二人とも自分と同じ慶応に進んでくれて、よっぽど嬉しかったのね。友成は大学生になると、スーパーのレジ打ちのバイトをしていたぜ。またダンスサークルに入り、ダンスの活動に夢中になっていたんだ。そんな時、高見さんから、将来に向けて資格を取った方がいい、と助言されるぜ。そこで友成は、公認会計士の資格取得を目指すことになったんだ。公認会計士の資格って、とても難しいんでしょう？それに挑戦するなんて、友成は努力家なのね。友成は勉強に集中するため、ダンスサークルを辞めることにしたぜ。そして、公認会計士の資格習得のために予備校へ通うことにしたんだ。ところが、ここから徐々に友成の様子に変化が現れるぜ。友成に何があったの？
友成は資格取得のための勉強についていけなくなってしまったんだ。友人には、親にお金を払ってもらって、予備校に入ったのはいい。でも、勉強についていけずもうやめたい。と話していたぜ。これを聞いた友人は、友成の家庭の事情も理解していた人なんだ。だから、もし友成が予備校を辞めたいといえば、父親からまた殴られるのでは、と思ったそうだな。公認会計士になるのは本当に大変なことだから、ついていけなくても無理ないわ。友成のなりたい職業の資格を取ればいいんじゃないかしら？友成は、公認会計士に必要な日照簿記の試験を受けたぜ。そしてここで勉強の成果を示そうと考えたんだ。しかし、残念ながら試験結果は不合格となってしまうぜ。これが相当ショックだったのか、友成の様子がガラリと変わってしまうんだ。親からのプレッシャーと初めての挫折に心が折れたのね。悪い方向に行かないといいけど、どうなってしまったの？それまではファッションに気を使い、コンビニに行く時も着替えていたんだ。だが、この頃から髪の毛はボサボサになり、ヒゲも伸び放題になってしまうぜ。家族とも必要最低限の会話しかせず、友成は部屋に引きこもるようになったんだ。鬱っぽいけど大丈夫かしら？この時友成を見た母親は目つきが別人のようになったと感じたぜ。友成は、公認会計士の試験を諦める、と言って予備校も辞めてしまったんだ。さらに友成は食生活もおかしくなっていったぜ。夜中に丼に白米とマヨネーズやケチャップ、醤油を入れて食べるようになったんだ。その後、トイレに入って食べて物をすべて吐き出す、という行為を繰り返していたぜ。明らかにストレスが溜まりまくっているんじゃない。早くなんとかしないといけないわ。この他にも、友成は次々と奇行を見せるようになった。ある時、友成は、オムライスの達人になる、と言い出し、オムライスだけを作って食べ出したぜ。そこだけ聞いたら若気の至りで微笑ましいわ。でも、そうじゃないのよね。ああ、友成が作ったのは、オムライスとはかけ離れたものだったんだ。そして自分の部屋では、大音量で音楽をかけていることもあったぜ。それなのに、リビングからテレビの音がするだけで、うるさいと怒鳴っていたそうだ。他にも、家の中に飾られていた人形を、必ず後ろ向きに置き換えていたそうだぜ。この時の友成は四六時中、両手で口を押さえていたそうだ。文武両道で優しい青年だったのに、どうしてこうなっちゃったのかしら？明らかに様子がおかしい友成を母親はとても心配していたぜ。母親は病院で見てもらった方がいいのではないかと考えたんだ。私もそう思うわ。すぐに病院に連れて行ってあげて。母親は、夫である高見さんに相談したぜ。だが高見さんは、友成は絶対に大丈夫。今は、落ち込んでいるだけだ。きっと回復するから、と言って、病院に行かせなかったんだ。落ち込んでるだけでそんなに気候に走らないわ。もう高見さんに隠れて病院に行ったらどうかしら？母親は高見さんがそう言うならと病院に連れて行くことはしなかったぜ。どうしてそこで言うこと聞いちゃうのよ。男のことは男にしかわからないと思ったのかもしれないな。もちろん、友成の様子は元に戻ることはなかったんだ。そのうち、友人に誘ってもらった成人式や空手部の集まりも、断るようになるぜ。友成はますます一人で過ごすことが増えていくんだ。鬱っぽくなっている時って人と会いたくなくなるわよね。誰か心配して寄り添ってあげられる人はいなかったのかしら？そんな中、とうとう事件が起きてしまうぜ。2018年1月18日、当時20歳の友成は、この日もオムライスを作って食べていたんだ。正しくはオムライスのようなもの、よね。そうだな。友成は食べ終わると自室に戻り引きこもっていたぜ。そのうち、父親である高見さんが帰宅したんだ。だが高見さんはこの日、だいぶ酒に酔っていたぜ。酒癖が悪い高見さんが、お酒を飲んだら危ないわね。霊夢の予想通りだぜ。高見さんは帰ってくるなり、ソファーで横になっている高校生の弟に悪態をついたんだ。実はこの前、弟は高見さんから借りていたジャージをなくしていたんだぜ。高見さんはこのことについて注意しだしたんだ。注意だけで済んだらいいけど、悪態ということはそれだけじゃなかったのね。ああ、高見さんは怒りのボルテージがだんだん上がっていったぜ。そして弟に罵声を浴びせ始めたんだ。この時友成はリビングの隣の部屋にいて、聞こえてくる父親の声にイライラしていたぜ。友成も精神が不安定だものね。この家には爆弾が2つ埋まっているようなものだわ。そしてついに、友成の爆弾が爆発してしまったんだ。友成は部屋から出ると、やめろよ、リビング全体の空気が悪くなるだろ、と叫んだぜ。リビングは一旦静まり返ったが、高見さんも負けじと言い返したんだ。お前だって家の空気を悪くしているだろう、とな。二人とも静かにすれば丸く収まるのに、そうはならなかったのね。高見さんの言葉に動揺した友成は、俺は悪くない、と言って自室に戻ったぜ。その後も、高見さんは弟に罵声を浴びせ続けたんだ。
その声を聞いた友成は、興奮して、クローゼットに隠していた刃物を取り出したぜ。そして窓についていたカーテンを切り裂いていったんだ。カーテンを切り裂いて何をするつもりなの？おそらく、怒りに任せて切り裂いたんだろうな。そんな状況になっているとは知らない高見さんは、弟に罵声を浴びせ続けたぜ。この時友成は父親の弟への説教が、言い過ぎだ、と感じていたんだ。友成は再びリビングに現れ、いい加減にしないと刺すぞ、と言い放ったぜ。友成の手にはナイフが握られていたんだ。それを見た母親は、とっさに友成、と叫んだぜ。その直後、友成は死んじゃえ、と言いながら、高見さんに突進したんだ。いくら頭に血が上ったからって、ナイフはダメよ。友成が持っていたナイフは、そのまま高見さんの左胸に突き刺さってしまったぜ。高見さんはその場に崩れ落ちてしまったんだ。友成が立ち尽くす中、母親は警察に通報したぜ。その間、弟は応急処置を行い、兄ちゃんも手伝って、と心臓マッサージをしたんだ。弟は罵声を浴びせられていたのに、すぐ応急処置をして以来はね。その後、高見さんは病院へ救急搬送されたが、残念ながら亡くなってしまったぜ。友成は駆けつけた警察によって、その場で逮捕されたんだ。友成は容疑について間違いありませんと認めているぜ。友成には4ヶ月間の鑑定留置が行われ、東京地検は刑事責任を問えると判断、起訴したんだ。検察には、友成の友人や親族からの、減刑を求める嘆願書が、50以上寄せられたぜ。それだけ友成は人望の厚い青年だったのね。様子のおかしかった友成が、心神喪失状態じゃないのか気になるわ。裁判が開かれ姿を現した友成は、SNS の写真とはまるで別人だったそうだ。そして友成はずっと両手で鼻と口を覆い隠し、目だけをギョロギョロ動かしていたぜ。どう見てもまともじゃないわ。法廷での友成は次のような意味不明な証言を繰り返していたそうだ。強制的に結婚させられそうになったからやった。僕の恋愛に干渉して自分の欲求を満たそうとした。それができなかったので、弟に干渉した。父は俺に命を奪ってほしいと思っていた。だからやった。次の標的が弟に移ったので、突発的に守った。と話したんだ。これは、妄想で現実がわからなくなっちゃったの？それとも狂言かしら？出廷した精神科医によれば、友成は統合失調症を患っている。ずっと両手で鼻や口を押さえているのは、心の不満が声になって漏れ出さないようにするため。だそうだ。結局、友成は懲役3年、執行猶予5年が言い渡されたぜ。心神耗弱で無罪とはならなかったのね。5つ目、姫路パチンコ3人殺人事件。2005年に営業を開始したパチンコ、パチスロ店である。姫路サルーン、が今回の事件の舞台だぜ。実はこのサルーン、お店の台の基板を改造していたんだ。さっきマリサが教えてくれた裏パチってやつね。その通りだ。ちなみに裏パチってどれくらい儲けられるの？場合によっては1日で50万円近く勝てるんだ。それはすごいわね。引かれるのもちょっとわかるわ。ただし負けるときは一瞬で10万円くらい解けるぜ。まさにハイリスクハイリターンね。まあそのおかげもあって、サルーンは、ギャンブル好きからは評判の良い店だったんだ。と同時に警察からマークされていたがな。そりゃ警察もそんな店が評判って聞いたら、警戒はするでしょうね。そんな中サルーンの人気は上がり続けて、ファン感謝デー、なんてイベントもやってたんだ。くじ引きで当たった人に高級な外車をプレゼントしたり、バニーガールが店内を歩き回ったり、なかなかのサービスを提供してたんだぜ。さらに店内で客に酒を提供したりしてたんだが、これも完全に違法行為だぜ。もうやりたい放題だったわけね。そういったド派手な営業スタイルで注目を集めたサルーンは、雑誌なんかでも取り上げられていたぜ。日本一高稼働なパチスロ専門店。風俗営業法を真正面からフルスイングでぶん殴るスタイル。なんて特集も組まれ、どんどん注目されていったんだ。そして事件の中心人物となるのが、このサルーンの経営者のチン・シュンコンという男なんだ。日本人ではないみたいだけど、どんな人なの？チン・シュンコンは韓国籍の男性だぜ。父親は国際会館グループというパチンコ、パチスロ店の、経営している会社の会長を務める人物なんだ。お父さんがそういうお仕事の人なら、チン・シュンコンがサルーン経営者になるのは自然な流れだったのかもね。性格はどんな感じかしら？サルーンの営業スタイルから想像つくと思うが、怖いもの知らずな面は大いにあると言えるぜ。まあ違法な裏パチでド派手なイベントしてるくらいだからね。それはなんとなく伝わってるわ。だが、その性格が災いしてチン・シュンコンの家族が、事件に巻き込まれていくんだ。一連の事件の発端は父道夫氏と暴力団とのいざこざだったんだ。始まりからして物騒ね。いざこざの相手、山県組村正会は、
姫路を拠点に活動している団体だったんだが、地元で大々的にパチンコ店を経営していた道夫氏に、以前から目をつけていたんだ。自分たちの拠点で好き放題やられたら、村正会もいい気はしないわね。そこで道夫氏に対してことあるごとに、難癖をつけて巨額の金を脅し取っていたんだ。この出来事に陳春根は憤慨しており、事件を起こす動機になっていったぜ。まず、陳春根は村正会の組長を襲撃し、骨折させるなどの暴行を加えたんだ。直接組長を襲撃するなんてあんまり聞かないわね。メンツに関わる出来事だっただろうな。村正会はこの件で数億円という慰謝料を陳家族に請求したぜ。だが、金額が金額だったため、道夫氏もさすがに払わなかったんだ。はいわかりました、で払える金額じゃないわ。村正会側も組長がやられたまま黙っているはずもなく、行動を起こすことになるんだ。ある日道夫氏は地元の繁華街である魚町を歩いていたんだが、何者かから襲撃を受けるぜ。道夫氏はゴルフクラブで何度も頭を殴打され倒れ込み、犯人は暴行を終えるとすぐに逃走したんだ。直接的すぎてびっくりするわね。物騒な話だよな。襲撃された直後の道夫氏はまだ生きていたんだが、頭に負ったダメージは相当大きく結局死亡してしまったんだ。ここまでの話からして、犯人はもしかしなくても。そう、犯人は村正会の組員で、下山誠也という男だった。下山は道夫氏への暴行を、すぐに警察に実施したことから、計画的な犯行だったと言われているぜ。下山はすぐに実刑判決を受け服役することになったから、襲撃の詳細は闇の中なんだ。陳春根としては自分がやったことの復讐で、父親を失うことになったわけね。さらに、他の家族との絆も失うことになったんだ。そもそもの発端は陳春根が村正会の組長を襲撃したことだからな。家族が陳春根に責任を求めるのは自然な流れだぜ。道夫氏の最後を考えれば、家族仲が悪化するのは当然かもしれないわね。陳春根は長男だったんだが道夫氏の遺産の大部分を、辞退することになったぜ。遺産相続を辞退しなきゃいけない事態って、相当関係が悪くなってたってことよね。そしてここからが今回の事件の本番で、陳春根の復讐が始まっていくんだ。先ほど説明した道夫氏謀殺事件の犯人である下山誠也は、服役していたが、2010年9月に出所となったぜ。ところが出所した直後、陳春根らに襲撃され、暴行された後に三木市の倉庫に監禁されることになるんだ。陳春根からしたら直接的に父親の命を奪った相手になるわね。ああ、ただ下山は自力で脱出することができて、そのまま警察に駆け込んだんだ。そのため下山は2011年2月まで警察の保護下に置かれることになるぜ。でもちょっと保護期間が短すぎないかしら。保護が終わった後に狙われて終わりじゃないかしら。霊夢の言う通り、保護が解除されてすぐに、下山は再び陳春根らに拉致されたぜ。そして翌日の2月11日、拉致現場からおよそ10キロの路上に駐車されていた車の中で、毛布に包まれた状態で遺体で発見されたんだ。二度目は脱出できなかったのね。ああ、遺体には頭部を殴られたような跡や、手足を縛っていたと見られる跡が残っていて、警察発表によると首を絞められたことによる窒息が、直接的な死因だったようだ。こうなると完全に殺人事件ね。兵庫県警暴力団対策課と姫路署はすぐに捜査本部を、設置して事件の解決に向けて動き出したぜ。でも犯人は陳春根でほぼ決まりなんだから、すぐに解決できるんじゃないかしら？話はそう単純じゃないんだ。実は下山が遺体で見つかった事件よりも前に、陳春根の関係者が何人も失踪していることが判明したんだぜ。どういうことなの？陳春根の関係者の中で、最初に失踪したのは前田岩尾氏だ。前田氏は都内で広告制作会社、ネクストを経営していて、陳春根から10億円の融資を受けていた人物だぜ。ものすごい金額だわ。それだけの金額を融資するってことは、信頼関係があったということかしら？返済が滞っていたせいもあって陳春根との、当時の関係は決して良好ではなかったんだぜ。なかなか返済がないことについに陳春根は怒り、前田氏を東京から姫路まで拉致したんだ。さらには会社の財布管理役である、財務担当役員までをも拉致して監禁したぜ。謎の第三者が誘拐したと思ったけど、前田氏の失踪も陳春根の仕業だったのね。道夫氏の事件と関係はなさそうだし、陳春根は暴走してないかしら？その通りで、発端となった事件には関係ないと思うぜ。ただ、この時期は陳春根の精神状態が、かなり不安定になっていた可能性があるんだ。二人を拉致監禁してる時点で、正常な判断ができているとは思えないわよね。そうなんだが、陳春根はまだ止まらないぜ。これに続いて岩尾代行し、
通称、富田、という、村正会の幹部を務める韓国籍の男性を誘拐するんだ。今度は矛先が理解できる範囲内だわ。陳春根は何をしようとしていたの？陳春根は下山が服役して接触ができない間に、村正会のより偉い人物から父親殺人事件の真相を、聞き出そうとしていたんだ。そこで陳春根の叔父と別件で揉めていた富田に目をつけ、乗用車に富田を押し込んで拉致し三木市の倉庫に、監禁したんだ。父親殺しの事件を知っていそうなお偉いさんを、狙って拉致したってことね。だが、陳春根らは輸送中のミスで、富田を窒息死させてしまうんだ。遺体を焼却炉に入れ証拠隠滅を図ったが、結局事件についての情報は得られなかった。そしてこの辺りから陳春根の精神はさらに、追い詰められていったんだ。さらに追い詰められたって、とんでもないことを始めそうだわ。ああ、一人目の失踪者として紹介した。監禁中の前田氏を突然射殺したんだ。理由があるのかしら？詳しい状況や射殺の理由は不明だぜ。唯一わかるのは、射殺を実行したのが陳春根の部下、上村隆という男であることくらいだ。いずれにしてもこの時期を境に陳春根らの行動はエスカレートしていくんだ。2010年8月には自身の経営するパチンコ屋店員が、逃げ出したということで拉致監禁し、同年9月にも元村正会組員の男を、拉致監禁し負傷させているんだ。完全に歯止めが効かなくなってるわね。この時に誘拐された二人は無事だったの？元組員の男が自力で逃げることに成功して、警察に通報したことで、二人とも生還しているぜ。不幸中の幸いね。それにしても下山聖也が服役してる間に、陳春根はいろんな事件を引き起こしていたのね。二人を殺害したし、拉致監禁の人数はそれ以上になるな。だが捜査本部が置かれたこともあってか、陳春根と上村もついに逮捕されることになるんだ。上村は2011年4月に広島市内の駐車場で逮捕され、陳春根も同年12月に大阪市淀川区のホテルで逮捕されたぜ。とりあえず暴走している陳たちが捕まって一安心だわ。だがこの一連の事件に関する裁判も、かつてないほどに議論が紛糾することになったんだぜ。どういうこと？二人が犯人で終わりじゃないの？警察は下村以外の事件の取り調べも行ったんだが、上村は、徐々にお話しします、として肯定も否定もしない、スタンスを貫き、陳春根に至っては容疑そのものを否認したんだ。黙秘ってやつね。でもいずれ証拠とか証言が集まって、結局は罪になりそうな気がするんだけど、警察も最初はそう思ってたかもしれないが、下山以外の2件については証拠が不十分でな。特に前田氏と富田氏の遺体が発見されていなかったことで、立件が非常に難しかったんだ。富田氏は焼却炉で燃やしたから、遺体が見つからなかったのかしら？そして前田氏については共犯者の証言で、監禁の事実は立証されたが、上村がどこかに、連れて行ってしまってからは生死すら不明なんだ。殺害に使われたと思われる武器や銃弾も未発見で、それ以外にも事件を立証できるような物的証拠が、一つも見つかっていなかったんだぜ。証明の手段が見事にないわね。だが、上村の不注意が原因で捜査が進展するぜ。不注意？上村は前田氏射殺時の様子を知人に、洗いざらい話していたんだ。この知人が別件で逮捕された際に、取り調べでこの件を話したことによって、陳春根と上村は起訴されることになったぜ。なんで上村は知人に話したのかしらね。その理由に関しては、よくわからないぜ。それで、裁判も大変だったって、どういうことなの？陳春根が審理の対象となっている事件をすべて、否認したことに加え、さっき説明したように、下山以外の事件の証拠が不十分だったんだ。それは時間がかかりそうだわ。ああ、これが原因で裁判は長引き、裁判員裁判史上最長となる207日も続いたんだぜ。それで判決はどうなったの？検察側は父道夫氏が殺害されたことへの復讐と、金銭トラブルが一連の事件の原因として、首謀者の陳春根へ死刑を求めたぜ。一方で弁護側は証拠が不十分であることや、殺害現場に陳春根がいなかった点を主張したんだ。ただ一件の拉致監禁については弁護側も認め、懲役3年のみは許容したんだ。検察と弁護側の求刑に随分な差があるわね。長い裁判員裁判だったが、ついに2018年11月に判決が出たぜ。どうなったのかしら？判決は無期懲役だ。事件から約7年経過して、ようやく、無期懲役という一審の判決が下されたんだぜ。検察側の求刑通りにはならなかったのね。でも無期懲役だとそれなりに重い判決だし、否認していた事件がちゃんと立証されたのかしら？下山聖也殺害、富田氏の拉致監禁致死が認められたんだ。富田氏については焼却炉から人骨が発見されたことで、
立証できたんだぜ。前出し射殺の件は認められなかったのね。前出しの件については相変わらず、証拠が見つからずに無罪となったんだ。100% は裁けなかったのね。事件の内容のせいで忘れてしまいがちだが、そもそも犯行動機も父親殺しの復讐だったんだ。計画性のある凶悪な事件ではあったが、動機については多少の情状酌量があった可能性もあるぜ。仇討ちとなると、コメントしづらくなるわ。上村の方はどうなったのかしら ?2019 年3月に求刑通り死刑判決額だったぜ。陳春根が下山、富田の2件で裁かれたのに対し、上村は自分で周囲に前出し射殺を語っていたこともあり、3件の殺人で裁かれることになったんだ。それが陳と上村の判決の分かれ目になったのね。ああ、だが上村は今も上告しているから、最終的にどんな刑になるのかはわからないぜ。陳春根の刑は無期懲役で確定なのかしら?陳も当然上告していたんだが、2022年10月に最高裁で棄却されたぜ。二審も一審の判決を支持して、そのまま無期懲役が確定したんだ。ちょっと違和感があるんだけど、聞いてもいいかしら?何でも聞いてくれ。事件の首謀者が無期懲役でその手下が死刑っていうのは、なんだかおかしくないかしら?言いたいことはわかるぜ。なんで首謀者の方が罪が軽いのかってことは、SNS なんかでも議論になったんだ。一部では陳春根が在日韓国人という背景もあって、在日特権で刑が軽くなったなんていう考察もあったが、上村は前出し射殺という罪が加えられているから、冷静に考えれば刑が重くなるのも納得だ。そう言われてみれば確かにって思うわね。まあ上村についても上告の結果次第だから、今は何とも言えないぜ。6つ目、市川猿之助一家の事件。まずは事件の概要から説明していくぜ。わかったわ。事件が起きたのは2023年5月18日の午前10時頃だ。異変に気づいたのは猿之助さんのマネージャーだったぜ。連絡が取れないことを不審に思った彼は、猿之助さんの自宅へ行ったんだ。そこでマネージャーは、衝撃的な光景を目の当たりにするぜ。何があったのかしら?猿之助さんの両親が倒れていたんだ。市川段四郎さん当時76歳と、木野忍子さん当時75歳だぜ。両親が倒れているなんて、ただごとではないわよね。二人は自宅の2階にあるリビングで、パジャマを着たままの状態だったんだ。マネージャーは、急いで救急車を呼んだぜ。だが、信子さんはその場で死亡。段四郎さんは搬送先の病院で亡くなったんだ。信子さんの方は、マネージャーが到着する前に亡くなっていたってこと?救急隊員が来る頃には死後硬直が始まっていたようだ。病院へ運ばれた段四郎さんも元から寝たきりで、助からなかったんだぜ。死因は何だったのか気になるわ。体調不良で倒れたって感じではなさそうよね。二人は目立った怪我などはなかったぜ。だが、発見時には口から泡を吹いていたんだ。向精神薬を多量に摂取したことで、中毒死していたことが判明したんだぜ。薬ですって?両親が大変な状態になっているのに、息子の猿之助さんはどこにいたの?猿之助さんは自宅の地下にあるクローゼットにいたぜ。ドアノブで自ら首を吊って、意識をほとんど失っていたんだ。しかも、その時に彼は上下黒の服を身にまとっていたぜ。黒い服を着て自殺してたってこと?まるで喪服みたいだわ。ああ、きっと命を絶つ覚悟を決めるために着用したんだと思うぜ。しかも両親と同じ向精神薬を飲み、遺書まで用意していたからな。そうだったのね。危険な状態だった猿之助さんだが、病院で処置を受けて命を取り留めたんだぜ。マネージャーの発見が遅れていたら、彼も亡くなっていた可能性があるわよね。スタートして順風満帆に見えていたのに、自殺しようとするなんてびっくりよ。実は事件が起きる前、猿之助さんはマスコミにスキャンダルを暴露されたんだ。今回の事件は、それが原因で起こったってこと?ほぼ間違いなくそうだろうな。このスキャンダルによって、猿之助さんは両親と共に一家心中を図ったんだぜ。そんなに知られたくないスキャンダルって何なの?じゃあ次は、その辺を詳しく説明していくぜ。お願いするわ。ちなみに霊夢は、どんなスキャンダルがあったと思う?パッと思いついたのは不倫問題ね。でも、一家心中するくらい思い詰めるってことは、他の問題だったのかしら?猿之助さんの弟子や周囲に対するパワハラとセクハラ疑惑だぜ。このことが、週刊誌で暴露されたんだ。ええ、それが本当なら結構深刻な問題よね。指定には上下関係ができるもんだし、物言いもきつくなってしまうんだろうな。だが、週刊誌によると猿之助さんは、弟子を家畜扱いするような発言をしていたそうだぜ。それはいくらなんでもひどいわよ。他にも稽古中、周囲に、レモンが甘いと感じるまで汗を流せ、という風なことを言って追い詰めていたという証言も出ているんだ。そんなに無茶して稽古していたら、体調を崩して危ないと思うわ。
真剣に取り組むのは素晴らしいけど、周囲に無理強いするのはおかしいわ。霊夢の言う通り、あまりに理不尽だよな。だが猿之助さんは、歌舞伎界で、若手を引っ張っていくリーダー的存在だったんだ。逆らえる人がいなかったんだぜ。止める人がいないせいで暴走していたってわけね。さらに、猿之助さんと飲み会で二人っきりになった男性は、キスされたり、下半身を触られたりする、といったことがあったみたいだ。お酒が入っているから、ノリで触っちゃってたのかしら？だとしても、相手が嫌がっているならやめるべきだと思うぜ。それはそうよね。猿之助さんは同性に手を出していたのね。歌舞伎界の人って女遊びが激しいイメージあったから、意外だわ。彼は同性愛者ではないかという暴露もされているぜ。過去には共演者をホテルに呼び出したこともあるそうだ。お酒を飲んだ後、添い寝を強要していたとも言われているんだぜ。歌舞伎界の大物の誘いを断ったら、後でどうなるかわからないわね。仕方なく一緒に寝るしかない気がするわ。拒絶してしまうと、舞台に出してもらえなくなる可能性だってあるからな。いやでも付き合うしかないってのが辛いわね。まあ、どこまで本当なのかはわからないぜ。だが、こういった証言が続々と出てきたんだ。ある程度は真実だった可能性が高いな。本人は、こんなスキャンダル絶対にバレたくなかったでしょうね。歌舞伎のイメージが落ちてしまうからな。ファンから失望される危険性もあるし、できることなら隠し通したかったはずだ。むしろ、今までバレなかった方がすごいわよ。うまく口封じをしていたのかもしれないぜ。だが、最近はタブーなネタも、マスコミはどんどん暴いているんだ。ジャニーズの性加害問題だってそうだな。確かに、長年放置され続けていた問題だもんね。ジャニーズ事務所の力によってもみ消されていたんだろうな。だが海外メディアが取り上げたことで、国内でも大きな話題となったんだぜ。猿之助さんの件も、昔なら簡単にもみ消されていたかもしれないわね。彼は歌舞伎界で絶大な権力を持っていたからな。私には、今まで好き勝手やってきたツケが回ってきたように思えるけど。そうだな。猿之助さん本人は、あることないこと書かれてしまった、と言っていたようだぜ。だが彼が何より耐え難かったのは、同性愛者なことがバラされたことだろうな。世間には知られたくないことだったのね。歌舞伎は歴史がある文化で、中には古い考えを持つ人も多そうだからな。自分のセクシャルを公表しないのは当然の判断だぜ。後継ぎについてなど、様々な問題が出てくるだろうからな。でも、パワハラとセクハラについては、きちんと説明するべきだと思うわ。被害に遭った人のことを考えると、やるせない気持ちになるわ。ああ、そうだな。あることないことって言うなら、どこが間違っているのか詳しく話すべきだぜ。もし本当にやっていたなら、謝罪して二度とやらないって誓うべきよ。だが、その辺をうやむやにしたまま、彼は自殺未遂をしてしまったんだ。しかも、両親まで巻き込んでしまうなんて悲惨すぎるわ。猿之助さんは、高齢だった両親の自殺幇助した疑いがあるんだぜ。次はそのことについて詳しく説明していこうか。そもそも自殺幇助って何なの？簡単に言うと、自殺する手助けをしたってことだな。警察の取り調べで、猿之助さんの行動がわかったんだ。彼は薬を飲んだ両親の頭に、ビニール袋をかぶせたことを明らかにしているんだぜ。聞いてるだけでも息が苦しくなってきたわ。そして二人が動かなくなってから、袋を外して両親の体に布団をかけたんだ。ふむふむ。そして近くに猿の模様が書かれた枕を置いたんだぜ。猿之助さんの名前にも猿って入っているわね。特別な思い入れがある動物だったのかしら？そうだな。最後を迎える二人を見守ってほしいと思っていたのかもしれないぜ。なるほどね。両親が倒れている部屋で自殺するんじゃなくて、猿之助さんだけ地下にいたもんね。実は、後に猿之助さんの行動には不審な点があることがわかったんだ。詳しく教えてほしいわ。不審な点はいくつかあるぜ。まず一つ目は、遺書が猿之助さんのものしかなかったというところだ。両親は遺書を何も用意していなかったってこと？そうなんだ。それに猿之助さんの遺書には、愛する M、大好き、次の世で会おうね、といった恋人に対するメッセージだけが書いてあったんだぜ。一家心中を図った経緯などは、一切残していなかったんだ。もし一家全員が死亡していたら真相は謎のままだったでしょうね。そうだな。詳しい事情は、一切わからなかったと思うぜ。両親はそれでもいいと考えたのかしら？父親の段四郎さんは、息子と同じくらい歌舞伎界で有名な人だったんだ。彼は人格者としても知られていたし、何も言わずに命を絶つってのは不自然だぜ。一言くらい何か残していてもいいわよね。心中を事前に計画していたなら、遺書を用意するくらいはすると思うぜ。うんうん、私もそう思うわ。本当は心中に納得してないのに、無理やり猿之助さんが実行したんじゃない？両親は二人とも亡くなっているので、確認しようがないな。
事件の一部始終を見ていたのは彼だけだもんね。そして二つ目の不審な点は、猿之助さんだけが自殺に失敗したところだ。マネージャーが素早く駆けつけたから、奇跡的に助かったんじゃないの？実は事件当日、猿之助さんは自らマネージャーに電話をかけて、体調が悪いから今日の公演は休む、と言って連絡を絶ったんだ。この行動は、マネージャーに助けてもらうための布石だったんじゃないか、なんて見方もされているんだぜ。公演に穴を開けないようにしたようにも見えるわ。でも、もっと事前に連絡しておくこともできるわよね。それに、自宅の鍵も開けっぱなしにしていたんだ。じゃあ、心中じゃなく、猿之助さんが両親を計画的に殺害したのかしら。この事件はまだまだ謎が多いので、そこまでは言い切れないぜ。だが、可能性としては十分あり得ると思うぜ。そうだとしたら殺人犯になっちゃうじゃないの。歌舞伎界の有名なスターが両親を殺した犯人だとしたら、それこそ大事件だ。ファンの人たちも信じられないでしょうね。ただでさえ、一家心中のニュースを見て、ショックを受けている人もいるのに。事件当日の公演を楽しみにしていた人たちも、動揺していたようだぜ。まさかその日に事件を起こしているなんて、誰も思っていなかっただろうな。事件後、猿之助さんは警察に、家族3人で次の世界に行こう、という話になったと語っているんだ。次の世界ってもしかして、来世ってことかしら？スキャンダルによって、もう歌舞伎界で活動できないと判断したんだろう。他の業界に行くって手もあるのにね。それこそ演技が上手なんだから、芸能界だけで活躍するのもありだと思うわ。好奇の目で見られることが嫌だったのかもな。それに彼は幼少期から歌舞伎界で活躍していた人物だ。他の業界で生きていくことに対して消極的なのかもしれないぜ。それで絶望して自殺に行き着いちゃったのね。思い悩んだ末、そうするしかないという考えに陥ってしまったんだろうな。もう少し、考えて欲しかったわね。誰かに相談することができればよかったと思うぜ。地位も名誉もあるし、お金だってあるのにね。こういう関係は広かったようだぜ。だが、本気で悩みを打ち明けられるような人がそばにいなかったのかもしれないな。何でも持っているように見えて、そういう人ほど孤独なのかもしれないわね。ああ、そうだな。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。歌舞伎界の有名人が両親と共に、命を絶とうとするショッキングな事件だったな。霊夢はどう思ったのか教えてくれないか？両親を巻き込んでしまうなんてありえないって思っちゃったわ。週刊誌に暴かれた内容も、結局どうなるのかわからないわね。もやもやだけが残ったって感じがして、全然スッキリしないわ。その辺の捜査も、今は徐々に進められているとは思うぜ。一部では記者の突撃取材が原因だったとも言われているな。噂によるとその記者は、過激な内容を暴露しようとしたそうだぜ。元はといえば、疑われるようなことをしている方が悪い気もするわ。まあ、そうだよな。一家心中にスポットが当たって、マスコミも深掘りを避けている感じがするぜ。詳しく報道すると、猿之助さんがまた追い込まれてしまうからかしら？霊夢の言う通りかもしれないな。スキャンダルに加えて、両親を失ったことでダメージを負っているだろう。一人だけ死にきれなかったという自責の念もあるだろうな。7つ目、メキシコ学生集団失踪事件。事件が発生したのは2014年、メキシコのイグアラシという場所。アヨチパナ師範学校の学生たちは政府へのデモ抗議を行うため、バスに乗って首都のメキシコシティに向かっていたんだ。学生がデモに参加するなんて日本じゃあんまり見ない光景ね。外国ではよくある話なんだぜ。実際、アヨチパナ師範学校の学生は過去にもデモ抗議を行って、警察と衝突していたことがあるくらいだからな。国が違うと随分状況が変わってくるのね。学生たちを乗せたバスが進んでいく中で事件は突然起こった。何があったの？バスの進路に警察車両が立ち塞がったんだ。さらに警察は停車したバスに向かって発砲し始めたんだ。え、急に撃ってきたの？ああそうだ。確かに学生たちが乗っていたバスはデモ活動のために、ジャックされていたとも考えられていたからな。いや、仮にそうだったとしてもいきなり発砲はヤバすぎるでしょ。そうだな。警察の発砲によってバスの中は大混乱。中に乗っていた学生のうち2名が亡くなってしまったんだ。ちょっとそれやりすぎじゃないの？さすがに命を奪うまでのことではないでしょ？それだけじゃないぜ。まだ何かあるの？バスを制圧した警察は、次にバス内に残っている学生たちを連れ去ってしまったんだ。逮捕したってこと？いや、拉致だ。え、警察が拉致したの？そうだ。こうして43名の学生が警察にどこかへ連れて行かれ、集団失踪してしまったんだ。警察はどうして学生たちを襲ったの？捜査当局の調べによってあることが判明したんだ。あることって？
この事件は誰かの指示によって行われたものではないのか、ということだ。そんなまさか警察を動かせる人なんていないでしょ。確かにそう簡単に動かせるような組織ではないな。しかし、いないこともないんだぜ。誰がそんなことできるの？捜査当局が目をつけたのはイグアラ市長であるホセルイス・アバルカだ。え、市長が警察を動かして学生たちを襲撃させたっていうの？そういうことだ。確かに市長なら市の警察を動かせるかもしれないけど、さすがにそんなヤバいことしないでしょ。いや、それがそんなこともないんだ。この市長には多くの黒い噂があったからな。黒い噂？イグアラ市では1年前にエルナンデス・カルドナという政治家が殺害され、バラバラにされた遺体が路上に捨てられるという事件が起こっているんだ。恐ろしすぎる事件ね。しかし、結局この事件の犯人はわからず事件は迷宮入りとなってしまう。それがこの事件と何か関係あるの？捜査当局が再捜査をしたところ、この事件の犯人がアバルカ市長である疑いが浮上したんだ。え、カルドナ氏とアバルカ市長は意見が対立することが多く、事件直前も二人が激しい口論をしているところも目撃されているんだぜ。確かに怪しいわね。そして殺害されたカルドナ氏と今回襲撃された学生たちは、デモ活動を通じて接点があったんだ。点と点が繋がったのね。そうだ。自分に歯向かってきたカルドナ氏と学生たちを市長が消そうとしたということだ。なんて恐ろしい市長なの。恐ろしいのは彼だけではないんだぜ。他にもまだ誰かいるの？アバルカ市長の妻であるマリア氏の家族はとんでもない犯罪一家で、彼女の兄は麻薬組織のリーダーをしているほどなんだ。激ヤバ一家じゃないのでも彼女はこの事件に関係はないんでしょ？いや、そうでもないんだ。捜査当局の調べによると、アバルカ市長が学生たちを襲わせたのは、妻のマリア氏のスピーチを学生たちに妨害させないためだということがわかったんだ。なるほど。マリア氏はアバルカ市長の後継を狙っていたからな。いや、なんて人が市長の座を狙ってんのよ。こうして捜査の末、アバルカ市長夫婦は逮捕されることとなったんだ。とりあえずはこれで一件落着ってとこかしら。それで、拉致された学生たちはどうなったの？イグアナ警察によって拉致された学生43人は隣町の警察に拘留された後、犯罪組織であるゲレロス・ウニドスに引き渡された。待って、どうして警察にいたのに犯罪組織の手に渡るの？警察と組織が繋がっていたからだ。え、犯罪を取り締まる警察が犯罪組織と繋がっていたの？そうだ。メキシコのような国では十分あり得る話だぜ。信じられない。そうして学生たちは抹殺の依頼を受けたゲレロス・ウニドスによって、全員殺されてしまったんだ。そんなひどすぎるわ。その後殺害された学生たちの遺体は灰になるまで焼かれ、川へ捨てられてしまった。なんて悲惨な結末なの。しかし、事件はまだこれで終わらなかった。まだ続くの？今話したのはメキシコ政府の見解だ。どういうこと？この事件にはもっと深い闇があったんだ。ええー。政府の見解は、逮捕した組織のメンバーの供述などから結論付けられたものだったが、その捜査方法は拷問に近かったんだ。無理やり言わされちゃったって感じね。ああ、メキシコの犯罪組織は、仲間意識が強いからみんななかなか口を割らなかったんだろう。だからって拷問っていうのはちょっとね。そこで真相を突き止めるため、米州機構人権委員会が特任チームを結成し、メキシコへと派遣したんだ。かっこいいヒーローが現れたみたい。そうだな。実際、彼らの調べによって、次々とメキシコ政府の見解に矛盾点が見つかったんだ。矛盾？さっき学生たちの遺体は灰になるまで焼かれたと言っただろ？恐ろしい話だったわ。しかし、43人もの遺体を完全に焼き切るには相当な量の焚き火が必要で、時間もかなりかかるんだ。そんなことしていたらさすがに周辺の住民が気づくと思わないか？確かにそう言われるとそうね。また、政府は学生たちがマリア氏のスピーチを妨害しようとしたため、アバルカ市長に襲われたとしていたが、それもありえないんだ。どうして？学生たちがバスに乗り込んだ時にはすでにマリア氏のスピーチは終わっていたんだよ。そんな、もう終わっていたのなら妨害なんてできないし、それを阻止する必要もないだろ？そんなことちょっと調べればすぐわかりそうなのに、おそらく、隠蔽したんだろうな。とんでもない政府ね。それだけではない。襲われたバスは合計4台とされていたんだが、現場に立ち会った人間の話によると、実際にはバスは5台だったんだ。どうして1台少なくなっているの？そのバスの存在がなぜか抹消されていたということだ。そのバス怪しすぎるわね。特任チームの捜査によって、そのバスが麻薬をアメリカへ密輸していたということが分かったんだ。とんでもない事実が出てきたわね。そしてこれこそが事件の鍵を握っていたんだぜ。どういうこと？麻薬を密輸するバスが、偶然にも抗議活動をする学生たちに乗り込まれてしまった。
そこで密輸が明るみに出ることを避けるため、警察にバスを襲わせたということだ。嘘でしょ、そんなことあり得る？実はメキシコでは政府や自治体が麻薬組織と繋がっていることがあると言われている。今回の件も、イグアラ氏が麻薬密売に関与していることを隠すためのものだったのかもしれないな。そのせいで多くの学生たちの命が奪われたっていうの？ああ。実際、真相を突き止めかけた特任チームに対して、メキシコ政府は捜査を拒否し始めたんだ。そうして無理やり捜査が終了。事件の真相は闇の中っていうことだ。胸くそ悪い事件ね。許せないわ。世界の情勢は様々だ。国によって抱えている問題も違うからこんな事件が起こることもある。政府や警察が犯罪組織とグルだったかもしれないなんて、何を信じればいいのかわからなくなったわ。八つ目、早稲田高等学院精鋭による祖母刺殺事件。まずは事件が発生した1979年1月14日の時点に遡るとするぜ。事件現場は少年の自宅だったのよね？ああ。当日の東京の最高気温は約 6.3 度。前日は都心で約1センチの降雪があったものの、事件が起きた14日は晴天だったそうだ。その日のお昼頃、世田谷区木沼にあった民家から突然、その家に住む当時早稲田高等学院1年生だった少年が、叫び声を上げながら飛び出していったんだ。その時、自宅には誰がいたの？この日は日曜日で、翌日の15日は当時、成人の日、で祝日だったため、連休だったせいもあり、少年と母、祖父母、妹の5人全員が自宅にいたらしいな。叫び声を上げて少年が飛び出していって、それから？祖父が自分の妻である祖母の部屋を覗き見て、血だらけで倒れている祖母を発見し119番通報。同じ頃、母親に言われて少年の部屋を覗きに行った妹が、続き部屋になっている隣室で倒れている祖母を発見。駆けつけた救急車で搬送される祖母に母親が付き添って、病院まで行ったものの、死亡を宣告されたんだ。その頃、飛び出していった少年はどうしていたの？自宅から直線で約3キロほど離れた小田急線共同駅近くの小田急共同アパートから、投身自殺をしていたんだ。え、自殺を？ああ。連絡を受けて母親が病院から遺体が安置されていた。成城署に駆けつけたのが午後3時頃だったらしい。ということは祖母殺害から、少年が遺体となって本人確認されるまで約3時間。後に母親が書いた本の中でこの時のことを、窓から冬晴れの日差しがさんさんと降り注ぐ中で、棺に横たわる息子を目にした時、わずか3時間余り前には家族は皆生きていたのに、と思わずにはいられなかったそうだ。まさに嵐の真っ只中にいるような気分だったでしょうね。現在は刑法から削除された存続殺人罪だが、少年が事件を起こした1979年当時は、適用こそされなかったものの、まだ刑法上は存在していたんだ。存続というと、自分から見て祖父母や両親、おじおばといった血縁にある人を殺した罪よね？ああ。例えば有名な存続殺人事件というと、淀号ハイジャック事件の際に乗客の身代わりとなって、犯人たちと共に北朝鮮へ赴いた、11代目山村慎二郎元運輸、農林水産大臣の事件などがあるな。確か、1992年に自宅で次女に刺し殺されたんだっけ？ああ。しかし今現在においても、殺人事件の半数以上は家庭内で起こると言われているからな。さらに事件の起きた1979年から1980年当時の世相で言えば、三菱銀行人質事件が発生したのが、少年 A の事件から12日後の1979年1月26日だったし、大阪市で小学6年生が近所の菓子店で強盗殺人事件を起こしたのが、1979年5月14日。さらに同じ1979年10月には、東京の台東区で小学4年の女子児童が、悪口を言われた仕返し、と称して、小学2年女子の手を縛って、マンション13階の屋上から突き落として殺すという事件も起きているんだ。確か、未だに未解決の、長岡京わらび取り殺人事件、もこの年よね？ああ。日本がバブル期に入ったと言われる1986年まで7年、渋谷の109や西武ドームができた年でもある1979年は、過渡期であったとも言えるだろうな。その1979年に事件を起こした少年は、1962年7月19日生まれで、事件当時はさっきも言った通り満16歳だったんだ。確か事件当時に家にいたのは、祖父母と母、妹と本人だったのよね。父親は？少年の母親と父親は事件前年の1978年9月に別居、10月に離婚していたため、この時は自宅にいなかったんだぜ。ということは、この時少年が一緒に暮らしていたのは、母方の祖父母ということね。そうだ。ちなみに事件当時69歳だった祖父は、
日本におけるフランス語学の権威として名高い学者で、殺された祖母は事件当時67歳、その二人の長女として生まれた母親は42歳、別れた父親は当時45歳で、お茶の水女子大学教授を務めていたんだ。ざっくり言えば、典型的なエリート家庭なわけね。そうだな。少年自身は私立中学を受験するが失敗し、都立中学を卒業。成績は良かったものの、内申書が悪く、都立の進学校を断念し、慶応高校と早稲田大学高等学院を受験。慶応には不合格だったため、早稲田大学高等学院へと進学したんだ。本人にとっては第一志望ではなかったということ？早稲田大学高等学院は、練馬にある中高一貫教育の大学附属高校で、よほど在学中の成績が悪い場合を除けば、基本的に早稲田大学への内部進学が確約されているも同じなんだが、少年自身は東京大学への進学を志望していたこともあり、外部受験が少ない早稲田大学高等学院への進学は不本意だったみたいだな。学校での成績はどうだったの？かなり熱心に勉強していたらしく、1年生の2学期の成績は、校内でもトップクラスだったそうだ。ちなみに、少年と早稲田大学高等学院での同窓生には、地下鉄サリン事件などを引き起こした、宗教団体の分派の代表を務めている J 氏なんだぜ。それにしてもどうして東京大学にそこまでこだわったのかしら？そのこだわりと少年が残した遺書の存在こそが、この事件に関してのメディア報道の過熱を呼んだと言われているんだぜ。少年は遺書を残していたの？ああ、朝日、読売、毎日新聞に当てて書かれた長文の遺書で、400字詰め原稿用紙に換算して約94枚にも上るものなんだ。少年はこの遺書を遅くとも1月8日までには書き終え、1月9日には学校のコピー機を用いて3部を用意し、それぞれの新聞社に送る予定だったものの、何らかの理由で発送されることはなく、死後に自室で発見されているんだぜ。その長文の遺書には何が書かれていたの？第1章から第6章、後書きからなるその遺書は、第1章が総括、第2章が大衆劣等生のいやらしさ、第3章が祖母と母、第4章が妹、第5章が最近増え始めた青少年の自殺について、そして第6章が結び、となっているんだ。祖父や父についての言及はなかったの？ないな。というよりも、書くべきこと自体がなかったのかもしれないぜ。どういうこと？当時の少年の家庭では、父や祖父の存在感は非常に薄いんだ。祖父、父ともに東京大学卒業後、東京大学大学院を経て、学者となっており、事件当時祖父は東大を退官後、中央大学教授の定年を迎える寸前だったそうだ。一方、父は東大の大学院修士課程を修了後、1965年にはお茶の水女子大学の助教授になり、その後フランス、ベルギー、スペイン、ポルトガルへ約2年間学術研究のため留学。事件当時はお茶の水大学文教育学部の教授を務めていたんだぜ。へえ、つまりいわゆるエリートなわけよね。ああ、少年の父が東大を卒業した頃の大学進学率は短大まで含めても、約 10% 程度、現在の約 64% とは比較にならないからな。つまり10人の子供がいて、その父親が大卒の可能性は1割だったってことだもんね。その祖父や父は仕事が忙しいということで、あまり孫であり息子である少年とは関わりを持っていなかったようなんだ。まあいつの世も、子育てや家庭のことを、妻に任せっきりな男性陣はいるものね。少年と中学時代に親しくしていた同級生たちは、事件後に行われたインタビューで、口々に、祖父や父の話題はほとんど出たことがない、と語っているんだぜ。じゃあ、遺書で言及されている祖母や母との関係は、その反対で密だったということよね。ああ、しかしこの遺書には、少年の誤解や、少年期特有の思い込みなども、かなり含まれていると言ってもいい。しかしメディアは、この遺書に書かれた、努力しない落ちこぼれや妬みばかりの劣等生、や、私はいかにも秀才という顔をしているし、上品なお坊ちゃんという感じもするし、まあ美男子でもある、という一文。さらに祖母と母に関して、過干渉だ。祖母は私の母を、私をめぐって対立する女として見ている。母はわがままに育ってきたから女にしては大変かきき、といった描写をことさらに取り上げて扱ったらしい。ああ、当時世間一般に広まった遺族に対する、新種の強教育ママ、とかのレッテルはそのせいなのね。ところで少年には事件当時小学5年生の妹がいたんだが、事件後、残された母は世間からの非難中傷に耐えながら、自身の父であり、少年からすれば、祖父と娘の3人での暮らしを支えていかねばならなかったんだ。そんな中、子供たちの復讐、というタイトルの記事が、まずは新聞に次いで、事件の起きた1979年夏に本として出版されたんだが、
そこに綴られた、単なる憶測に基づく記事や投稿に母親は愕然としたそうだ。そこで少年の死を無駄にしないためにも、手記を雑誌に寄稿しようとしたが、少年の父親である元夫に、少年が死んだのはお前のせいだ、と糾弾された挙句に、もしもそんな寄稿文を発表したら、祖父の立場はどうなるか考えよと言わんばかりの脅しをされたそうなんだ。息子を失い、その息子によって実母を失った元妻に対して、随分非常な仕打ちに聞こえるけど、そこで母親は考えあぐねた挙句に、自分から亡き息子への手紙という形式なら良いだろう、として、1年後に、帰らぬ我が子へ、という本を出版しているんだが、事件の当事者であり、被害者家族でもあり加害者家族でもあるという、複雑な立ち位置で書かれた本としては、非常に興味深いと言えるんだぜ。例えばどんな点が？遺書で事細かに指摘されているように、祖母から少年への干渉は、母親であり娘である彼女の目から見ても相当なものだったらしいぜ。少年の友達が自宅に遊びに来ても、あんな子と付き合っちゃいけません。こんなバカな子と遊んではいけません、と選別。それを少年に言ってたの？それとも友人たちに直接？直接だったそうだ。しかも少年の自室は、その祖母の部屋と内部で繋がっているような作りだったらしいんだ。祖母の自室と繋がってる？本当に？母親が事件後に語ったインタビューによれば、祖母には祖母なりの理屈があって、火事の時の用心のため、だったらしい。しかし、いくらなんでもあんまりだということで、母親も相当食い下がったそうだが、結局は祖母に押し切られてしまったそうなんだ。年頃の少年にとって、いつ何時開けられるかもしれないドアが、口うるさい異性の身内の部屋と通じているって相当嫌だと思うわ。さらにこの祖母は、少年の服装や食事内容にも口を出し、祖母が、価値がない、とみなした本を所持したり、読むことも禁じていたそうだ。おかげで少年は夜中に布団をかぶり、その中で懐中電灯を使いながら本を読んでいたという話もあるくらいだからな。めちゃめちゃ息苦しいわね。もちろん少年も自室の壁に、クソタレババア、おせっかい焼き、バカ野郎、など祖母へ向けた恨みつらみを、黒色ペンなどで書き殴っていたらしいが、肝心の祖母は、私のことめちゃくちゃに壁に書いてるよ、と笑って、意に返していなかったそうなんだ。さらに祖母は、離婚後の少年の母の収入が不安定になったことに、付け込むような形で、少年の早稲田大学高等学院の学食代や小遣いを、祖母が渡すという形式をとっていたらしい。それって、自分に逆らったら、手圧を少年に与えるには十分よね。それにしても母は、どうして息子である少年が、自分の母でもある祖母に、そこまで抑圧されていると気づいていながら、息子を守ってやれなかったのかしら？少年にとっては耐え難い人であり、母親にとっては少年を死に追いやった責任のある人であると同時に、戦後の物不足の時代に、自分が病気になった時には、自分たちの食べ物を削り、虎の子の高等処分してでも卵やリンゴを買ってくれ。さっきも紹介した通り、男子でも大学進学率が高くなかった時代に、津田塾大学に進学させてくれた人でもあったから、この母親からすると祖母は家庭内の先生君主でもあったんだ。娘として見る母親と、母親として見る祖母の乖離が大きかったというわけね。でも少年を救う努力なら、父親にもあるはずだけど、さっきも紹介した通り、少年の父は当時お茶の水大学の教授だったんだが、父と母の結婚は普通の結婚とは違ったそうなんだ。普通と違うってどういうこと？出会いはお見合いだったそうなんだが、母は気が進まず一旦断りを入れたんだが、その矢先に父が自殺未遂を起こしたんだ。しかもその父は祖父の門下生という立場だったため、スキャンダルとなって祖父の立場を危うくすることを恐れた母は、仕方なく意に染まない結婚をしたんだ。その父と母は結局は離婚という選択をするんだが、その過程においても父は、家庭を営もうという姿勢から出たとは思えない言葉を、何度も投げかけていたようなんだ。どんな言葉なの？例えば、母親からすれば意に染まない結婚からしばらくして、少年を身ごもっていた頃には、父は身重の母に対して、離婚したい、と告げたらしいんだが、その理由が、妻が自分に優しくない、これでは自分がかわいそうすぎる、というものだったらしい。わあ、それが見合いを断られたら自殺未遂までして、結婚に追い込んだ人間の言うセリフ？少年には5歳違いの妹がいるんだが、その妹を母が身ごもっている時には、好きでもない男の子供なんか、産むのやめたら？だぜ。そんな態度じゃ、いくら表面上を取り繕っても家庭内には違和感が残ると思うけど？少年もそうした違和感は感じていたようなんだが、結婚のいきさつを知らされていなかったためか、両親の離婚の原因は、家畜で、誰にも遠慮することなく育ってきたから、自分の感情を奥にしまって引き下がるというようなことが全くない母にある、と思っていた節があるんだ。
少年にしてみれば、自分を祖母の過干渉から、母親として、救い出してくれないことへの、不満も相当あっただろうしな。もしも知っていたら、その後の悲劇は防げたかしら？どうだろうな。なんといっても事件当時はまだ16歳で、周囲のことを思んばかるというよりも自分が中心になる時期だしな。それに少年は遺書の中で、祖母は持って回った陰湿ないやらしさ、で、母はか強く無神経ないやらしさ、と定義づけているんだが、母自身が本の中で当時の自分を、子供を犠牲にして親の顔色を伺っていた、と自制している以上、無理だったという気がするけどな。なるほどね。それに少年自身は、あれこれと母親や周囲に対してある意味での SOS を発していたんだ。例えばどんな形で？カミソリでわざと自分の手指を傷つけるといった自傷行為をしたり、早稲田大学高等学院に入学した夏くらいからは、食事を取らないといった行動を繰り返したために、げっそりと痩せてしまい、通学のために小田急線に乗った時に出くわした中学の時の旧友は、思わず目を疑うほど細い腕をしていたそうだからな。それは必死の叫びだったのかもね。高校一年の夏には、家でゴロゴロしている少年に対して、祖母が英語のレッスンに通えといったようなことを口出ししたらしいんだが、なかなか同意しない少年に苛立った祖母は、少年に罵詈雑言を浴びせたらしく、それに切れた少年はその会話をテープレコーダーで録音し、母親に聞かせたらしいんだ。母親もさすがにこれはと思い、祖母に、わざわざ親子の間を割くような嘘を少年に吹き込むなんてどういうつもりか。少年ももう高校生なんだから構うのもいい加減にしろ、と怒ったそうなんだが、肝心の祖母には母親の抗議もピンとは来なかったらしい。うーわぁ、あり地獄にはまったみたいなもんじゃないの。そして祖母は少年の未来を勝手にあれこれと決め、その通りに進めば孫は立派で、幸せになれるとばかりに導こうとしていたらしい。そして、そんな自分の姿勢に反対する娘の干渉から孫を保護するために、自分の養子にしようとしていたそうなんだぜ。娘の干渉って、それこそ母親なんだから、そっちの方が当たり前だと思うんだけど。この時期、少年が関心を抱いたことの一つに、1977年に東京の北区で起きた、開成高校生絞殺事件、があるんだ。開成高校生絞殺事件？事件背景としては、学歴が小学校卒で大衆酒場を経営していた父と、高卒の母の間に生まれた男の子が、東京の名門私立中学高校である開成中学に進学。入学時は300人中56番という成績で、医師になる夢を持っていたそうだが、学年が上がるごとに成績が急落し、高校に進学すると、鼻の低さは低学歴の親からの遺伝だなどと因縁をつけて、家庭内暴力を振るい始めてしまうんだ。そして近所でも危惧する声が上がるほどの暴力にまで発展。病院に通い、電気ショック療法を受けるなどしたものの改善せず、医師に、自殺するか、犯罪者になるか、どちらかだ。自殺はできないだろうから、犯罪者になるだろう、とまで言われてしまったんだ。そんな、結局思い余った父親が、息子を絞殺、懲役3年執行猶予4年の判決が出るんだが、母親は父親を、息子を返せ、息子は私の生きがいだった、と責め、母親は息子の死んだ部屋で実施してしまうんだ。なんて救いのない事件なの。こんな事件に少年は関心を持ってたの？ああ。事件を報じた新聞や雑誌の切り抜きなどが事件後に見つかっているし、母に対してしばしば、ママに殺される、と口にしていたらしい。それに対して母親はどう考えていたのかしら？事件後には、両親の離婚の直後で、成績は下降気味、焦りと自暴自棄の狭間にいた息子は、殺された開成高校生の中に自分を見たのではないか、と思ったそうだが、当時はそんなこととは考えず、それどころか自分の言いつけを守らずに、小説に読みふけっていた息子に腹を立てて、その本がなかなか売られていない大切な本とも知らずに、目の前で破いたそうだぜ。それは、少年にとってはショックだったろうな。この後から少年と母親の間は冷淡なものとなってしまい、母親もそれに気づきつつも意固地になって、自分から歩み寄らなかったそうだ。歯車が全てあと少しずつ違っていたら、事件は起きなかったかもしれないのね。事件から3日後、祖母と孫2人の葬儀は営まれたんだが、その葬儀で憔悴しきった祖父は、どうしてこんなことになったんだろう。わからない。祖母に愛されることが、孫には苦痛だったなんて、どうしてなんだ？と話していたそうだ。同じ家で暮らしていても、気づかないこともあるってことね。その祖父は、事件から22年後の2001年にこの世を去っているが、晩年は老人ホームに入居していたらしいんだ。少年が暮らしていた世田谷の家も今は取り壊され、駐車場となっているそうだ。そしてあの事件の日、少年が飛び降りた共同アパートは2009年に取り壊されて、
跡地には共同コルキという商業施設ができているんだぜ。やがて事件そのものも、時代の中に埋もれていくんでしょうね。9つ目、漂白剤入り給食カレー事件。まずは事件の概要を説明するぜ。事件が起きたのは2022年9月。現場は埼玉県富士見市にある富士見市立水谷東小学校だ。小学校教諭で当時24歳の半沢彩奈が、給食のカレーに漂白剤を混ぜたんだ。学校の先生が給食に漂白剤を入れるなんて、信じられないわ。調味料か何かと間違えちゃったのかしら？いや、半沢は故意で給食に漂白剤を入れたことを認めているぜ。彼女は威力業務妨害で逮捕されたんだ。威力業務妨害って？威力業務妨害は、威力を用いて人の業務を妨害した者に成立する犯罪のことだ。子供が口にする食べ物に漂白剤を入れるなんて、どうしてそんなひどいことしたの？半沢は児童に嫌われていたのかしら？いや、決してそんなことはなかったそうなんだ。ここからは半沢彩奈がどんな人物なのか見ていくぜ。半沢の家族構成は逮捕後証人尋問に父親が出廷したことで判明したぜ。半沢家には父親母親姉がおり、全員教職をしていることが分かったんだ。全員先生なんてすごいわね。でもそれが逆にプレッシャーになっていたのかしら？そうかもしれないな。半沢は山形県出身で漫画と食べることが大好きな、ちょっとぽっちゃりした女性だぜ。漫画を原作とする大ヒット映画飛んで埼玉をもじって、自己紹介するなど明るい性格で、2年前に新任教師としてこの学校に赴任してきたんだ。他にも学級だよりの教諭の自己紹介欄には自分の性格を、超優しいと書いていたぜ。カレーに漂白剤入れて捕まったのを考えると、その自己紹介はちょっと怖く見えるわね。ちょっと自己肯定感が高い性格だったのかもしれないな。学年終わりに近づいた3月の学級だよりの文末には、愛してるよと書かれていたんだ。児童への愛のあるメッセージかもしれないけど、保護者も見るってこと考えてないのかしら？ここまでふざけてると保護者から怒られそうだわ。いや、子供たちだけでなく、保護者からの信頼も厚く、教職員仲間からも可愛がられていたそうなんだ。保護者の一人は、子供を楽しませる雰囲気作りが上手で若いのに責任感がある。子供たちはみんな半沢先生が大好き。だから余計にショックだった、と語っているぜ。別の児童の保護者も、ものすごく良い先生。児童にいつも寄り添っていて子供たちをハグしてあげたいけど、コロナでそれができないのが辛いと話していたって、そんなことで悩む20代なんてそうそういないですよ、とコメントしているんだ。彼女の明るいキャラクターは、児童や保護者にも受け入れられていたのね。そんな人気の先生がどうしてこんなひどい事件を起こしたのかしら？調べによると半沢は、新任でありながら担任を持っていたことが判明したんだ。新任の教師が担任を持つことは珍しいのかしら？小学校では新任の先生が担任を持つのは珍しくないみたいだな。1年生や6年生を持つことは避けられていて、大抵は2、3年生を持つことが多いみたいだ。半沢は2020年に新卒で赴任し、4年生のクラスを担任したんだぜ。翌年はその学年を持ち上がり、5年生の担任となったんだ。そして2022年4月からもそのまま、同学年の担当に持ち上がることを希望していたぜ。初めて受け持ったクラスだったから、そのまま卒業まで見守りたかったのかしら？そのようだが、残念ながら6年の担任からは外されてしまったんだ。まあそれはそうよね。同じ先生が3年連続持ち上がりなんて、小学校では珍しいと思うわ。半沢は6年生の担任になれなかったことにひどく落ち込み、憔悴している様子だったそうだぜ。気持ちはわかるけど、まだ新卒から2年の先生よね。いろんなクラスを持たないと経験が積めないんじゃないかしら？ああ、小学校の各担任は校長先生が決めているそうだ。先生の能力やその学年の子供たちの様子を考慮する必要もあるだろうし、誰が適任かを見極める必要もあるぜ。同じクラスであっても、同じ先生ばかりを担任にするわけにはいかなかったんだろうな。まあそれが自然よね。教職じゃなくても、自分の思い通りのポジションにつけない、なんてよくあることだわ。ところが、半沢は担任を外されたことに不満を募らせ、犯行に及んだと述べているんだ。たったそれだけの理由で漂白剤を入れたの？子供たちには何も関係がないわ。それだけ初めて持ったクラスに思い入れがあったんだろうな。半沢の希望も虚しく新年度は3年生のクラス担任が決定したんだ。彼女は休職することも視野に入れていたそうだぜ。自分の希望が通らないからって休職したいだなんて、自分勝手というか、考えが幼稚だと思うわ。そうだな、ここからは事件当日の様子を見ていくぜ。事件前日の2022年9月14日、
半沢は自分のクラスが学級閉鎖になり、6年生の給食補助の業務を担当することになったんだ。あら、6年生ということはかつての教え子に久しぶりに会うことができたのね。児童たちと話ができて嬉しかったんじゃないかしら？児童は喜んだかもしれないが、半沢はそうではなかったぜ。かつての教え子と触れ合って、担任になれなかった悔しさが蘇ったんだ。まだ彼女は諦めてなかったのね。給食補助に回ったのも周りの先生の配慮かもしれないのに、悔しさを感じるなんてやっぱり子供っぽい性格だわ。その日の帰路に着く途中、半沢はドラッグストアに立ち寄り、漂白剤を購入したぜ。半沢は当日の心境について、後に、自分がいないところで楽しい思い出を作られるのが嫌だった。事件前日に一緒に給食を食べ、楽しそうでいいなと思った。万全な状態で修学旅行に行かないでほしいと思った。と供述しているんだ。修学旅行を楽しみにしている児童たちを見て、仲間外れになったような気持ちになったのかしら？それでも漂白剤を子供の給食に入れて良い理由にはならないわ。つくづく身勝手な人ね。そして翌日の9月15日、配膳前の給食のカレーに半沢は塩素系漂白剤1本を全て入れたんだ。1本全て入れるの？さすがにそんなに入れたら児童も気づくんじゃないかしら？その通りで、配膳しようとした児童が匂いに気づいたんだ。先生、カレーが臭い。プールの消毒の匂いがする、と報告したおかげで、誰一人カレーを口にすることはなかったぜ。よかった、漂白剤入りカレーを口にした人はいなかったのね。半沢は漂白剤をワンプッシュ入れて我に返り、大量に入れれば気づかれるはず。みんな食べられないだろうから被害はないと思った、と供述しているぜ。自分で漂白剤入れているくせに言い訳がましいわね。大好きな先生がカレーに漂白剤を入れていたなんて、子供はショックを受けたんじゃないかしら？ああ、事件後給食が食べられなくなった児童や、夜眠れなくなった子供もいたそうだな。事件翌日から6年生は日光へ修学旅行に行く予定だったが延期になったぜ。しかし、中には恨み事も言わず、先生は悪くない、と必死にかばう児童もいたんだ。修学旅行が延期になっても先生をかばうだなんて、子供たちの方がよっぽど大人だわ。この事件がトラウマになってカレーを食べづらくなった児童もいるでしょうし、半沢の罪は重いわね。事件発覚後、学校は対応を協議すべく全ての教員を集めたぜ。ところが、半沢の行方だけがわからなかったんだ。その後、校内に隠れている半沢が発見されたぜ。自分が悪いことをしてからすぐに隠れるなんて、まさに子供のやることだわ。校長が半沢に事情を聞くと、彼女は、私がカレーに漂白剤を入れました。とすぐに白状したぜ。そして学校が通報し、警察が半沢に任意同行を求め、逮捕に至ったんだ。事情を聞いた校長先生もびっくりしたでしょうね。犯行の動機から事件当日の行動まで、大人のすることとは思えないわ。確かに児童の保護者の中には、半沢について、思い込みが激しく考えが偏っていた。いい噂は聞かなかった。会ったことをなかったことにする、という人もいたんだ。例えば学校で鬼ごっこをしていた鬼役の半沢が、児童を捕まえる際に突き飛ばし、怪我を負わせたことがあったんだ。しかし学校の調査では半沢は、生徒が自分で勝手に転んだだけ、と述べたそうだぜ。この件は児童の目撃証言が多く、半沢先生が突き飛ばしたのを見た、という意見が多数上がったことで、半沢はやっと怪我を負わせたことを認めたんだ。自分の過ちを認められないのも、身勝手で幼い印象を受けるわ。明るく子供に好かれやすい一方で、同じ大人の中には彼女の幼稚さを見抜いている人がいたのかもしれないわね。ところで、今回は漂白剤入りカレーを食べた人は誰もいなかったけど、もし口にしていたらどうなっていたの？漂白剤の原液 5ml 以上の摂取は腐食性障害につながる可能性があるぜ。腐食性障害って？腐食性障害は、唇から胃までの組織すべてに火傷を負う症状のことで、生命を脅かすこともあるんだ。そんなの、体の小さい子供たちは死んでしまうわ。もし死ななかったとしても重大な障害が残ってしまうし、なんてことをしたのよ。半沢の犯した行為は許されるものではないわね。教師は子供たちの模範的な存在であり、命を守る立場であることを強く自覚するべきだ。決して友達気分だけで子供たちに接しないでほしいものだぜ。ただ、残念ながら似たような事件は他にも起きているんだ。こんな事件が他にもあるの？似たような事件が2021年10月8日、愛知県岡崎市の小学校で起きたんだ。半沢の事件は2022年だから、その1年前に起きた事件なのね。この事件でも給食の中にあるものが混入され事件となったぜ。気づいたのは、給食のおかずを検食しようとした校長だ。幸いにも、すぐに異臭と変色に気づいたため、異物入りの給食を食べた人はいなかったぜ。
給食を検査すると、大量の大腸菌が確認されたんだ。大腸菌が発見されたって、給食には何が入っていたの？人間の排泄物、つまりうんこだ。ええ？なんでそんなものが給食に？とりあえず食べる人がいなくてよかったわ。おかずは差し替えられて職員や子供たちに被害はなかったが、岡崎市は警察に被害届を提出したぜ。岡崎市立の小中学校の学校給食は給食センターで作られ、各学校に配送されているんだ。給食センター内で汚物が混入されたのなら、保存された衛生検査用のおかずにも大腸菌が検出されるぜ。だが、衛生検査用のおかずは愚か、他の学校の検食でも異臭や変色が見つからなかったんだ。ということは、小学校に着いた時に内部の人間が排泄物を混ぜたということね。この事件で逮捕されたのは、その学校に勤める20代の女性職員だったんだ。女性は容疑を否認しているが、どうやら校長の検食にのみ排泄物を混入させたそうだぜ。ということは、校長だけを狙った犯行なの？どうしてそんなことをしたのかしら？容疑を否認しているため、動機や詳しい情報はわかっていないぜ。子供たちに健康被害はなかったものの、保護者からは不安の声が続出したんだ。それはそうよね。子供たちの口にする給食に人の排泄物が入っていたなんて信じられないわ。職員が簡単に給食に異物を混入できる仕組みを変えなきゃいけないわね。職員は子供たちと密接に関わるし、こういう事件の防止は難しいかもしれないな。それより、教職員が抱えるストレスの対策をした方がいいと思うぜ。確かに、学校の先生ってとても大変なお仕事よね。半沢は身勝手な理由だったけど、岡崎市の女性職員もストレスを抱えていたのかしら？学校職員は庶務経理広報など、学校運営のための仕事を少人数で分担するからな。保護者や外部から来るクレームを処理するのも学校職員の役目だ。最近は保護者からの要求も過激化しているし、仕事内容は想像以上に過酷だろうな。子供たちの対応だけでも大変なのに、保護者の対応もしないといけないのね。行事の準備とかもあるだろうし、大変だわ。だが、教職員が離職する最大の原因は職場の人間関係なんだ。公立学校は子供や保護者、同僚の教員としか関わりのない閉鎖的な環境だからな。教員間のいざこざに巻き込まれることも多いんだ。確かに教員って、学校から外に出ないわね。岡崎市の女性職員も、もしかしたら校長先生といろいろトラブルがあったのかもしれないわ。その可能性は高いだろうな。教員はストレスが大きい職業で、相談できる第三者も少ないんだ。うまくいかなかった場合のストレスは、他の職業以上かもしれないぜ。10個目、三重県女子高生殺人事件。2015年9月28日の午後21時半頃、警察に人が倒れているという通報が入ったぜ。通報者である青年は、電話口で、心臓マッサージをしていると言ったが、かなり動揺していたぜ。心臓マッサージをしているってことは、かなりの緊急事態ってことよね。ああ、蘇生させようと必死になっていたんだと思うぜ。警察や救急隊員が現場に向かうと、制服を着た女子高生が血を流して倒れていたんだ。怪我をしちゃったのかしら。彼女は、刃物で胸を刺されて死んでいたんだ。ってことは、誰かに殺されたってことじゃない。その通りだ。遺体は心臓を一突きされており、ほぼ即死状態だったんだぜ。そのすぐそばには、凶器として使われた、刃渡り約20センチメートルの包丁が放置されていたんだ。包丁で一突きなんて、殺すことに対して迷いが一切ないように思えるわ。被害者である H さんは、当時18歳で高校3年生だったんだ。そして犯人は、同じ学校の同級生の Y だったんだぜ。そういえば、警察に通報したのは青年だったけど、Y のことかしら？いや、通報したのは、H さんの恋人だ。H さんの殺害現場には、警察が到着する前から恋人がいたってことかしら？他にも H さんの母親や、友人など男女10人がその場に居合わせていたぜ。そんなに人が集まっていたなんておかしくないかしら？なぜそうなったのか、理由が知りたいわ。犯人である Y は、H さんの殺害後に、友人や交際相手へ連絡を取っていたんだ。意味がわからないわ。Y は、H さんの後を追って自殺するつもりだったが、放心状態になっていたそうだ。死にたくても死ねなかった。といった内容の LINE も送っているぜ。相手を殺して、自分も死ぬつもりだったなんて、まるで心中だわ。霊夢の言う通り、二人は心中を計画していたんだ。その証拠に、H さんの遺体には抵抗した痕跡がほとんどなかったんだぜ。だけど、二人は恋人関係でもないのよね。ああ、それぞれ別に恋人がいたんだ。それなのに、なぜ一緒に死のうとしたのよ。H さんと Y は仲のいい友人同士だったんだ。だが、その関係は徐々に歪なものになっていたんだぜ。
順を追って聞きたいわね。じゃあ、まずは被害者の H さんの人物像を話していくぜ。母子家庭で育った H さんは、アニメ好きのおとなしい女子高生だったぜ。学校の成績も良く、所属していた演劇部ではリーダー的存在だったんだ。後輩にも慕われていたそうだぜ。へえ、順風満帆の学生生活を送っているって感じがするわね。行事などにも積極的に参加して、頑張っていたみたいだぜ。しかし彼女は、今回の事件の数ヶ月前に、一度失踪したことがあるんだ。失踪ですって？すぐに警察に捜索願いが出されたんだが、それだけでは済まなかったぜ。H さんを心配した友人が SNS で彼女の行方を探す、という騒動にもなったんだ。結構大事になっていたのね。H さんはどうして姿を消したのかしら？ H さんは18歳までに死にたいという願望があり、友人にも話していたんだ。彼女が失踪したのは18歳の誕生日直前の夜だったんだぜ。話通り、命を絶とうとしていたんだろうな。友達が必死に探していたのも、H さんが自殺する可能性があったからだったのね。彼女は精神的に不安定な部分が多かったそうだ。だから、早く止めないと、取り返しのつかないことになると周囲は感じたんだろうな。高校生って思春期だから色々と悩みも多いし、わからなくはないわ。H さんの場合は、自分に自信がなかったんだと思うぜ。日頃から自分には価値がない、と話していたという証言もあるからな。あんまりそんなこと言ってると、本当に落ち込んじゃうわね。もう口癖になっていたんだと思うぜ。それに H さんの腕にはリストカットの跡もあったんだ。周囲の印象以上に、彼女は思い悩んでいたんだろうな。リスカートまであったなんて深刻ね。失踪事件を起こしたのも、思い詰めた結果だったのかしら？そうだな。H さんは失踪から数日後に保護されたんだが、どうしても自殺したい、と訴え続けていたんだ。それを周囲がなんとか説得して、彼女は家へ帰ることができたんだぜ。そんな状態の H さんを連れ帰るのも大変だったでしょうね。だが、そのまま放っておくこともできないからな。目を離しちゃうと、またふらふらと姿を消しちゃうかもしれないわ。そう考えると、H さんって危なっかしい人物だったのね。彼女は普段の生活の中でも危ない行動が多かったんだ。会話の途中に発作的に落ち込み、その度友人になだめられていたんだぜ。それでも安定しない時は Y に抱きつき、気分が落ち着くまでじっとしていたんだ。お付き合いしていない異性と抱き合っていたの？それはいろいろと誤解を生むんじゃないかしら。Y の恋人もその場にいたそうだが、不機嫌になってしまったそうだな。自分の恋人が他の子と触れ合っているところなんて見たくないと思うわ。だが、当の H さんは全く気にしていなかったぜ。いやいや、そこは気にしないと関係に亀裂が入っちゃうわ。H さんの考えていることが、わからなくなってきたわね。H さんのような行動の原理は見捨てられ不安と呼ばれているぜ。初めて聞いたわ。どんな意味なの？恋人や友人から見捨てられそうだと感じると、なりふり構わず行動してしまうんだ。大きな声で泣き出したり、自殺をほのめかしたり、リストカットをしたりするんだ。見捨てられないように気を引こうとするわけだな。H さんの行動は、それに近い感じがするわね。この行動は、境界性パーソナリティ障害の症状の一つでもあるんだぜ。H さんは境界性パーソナリティ障害の可能性があるの？まあ、断定はできないぜ。彼女は知り合いの中でも、特には家執着していたぜ。そうね。不安になった時に抱きつくほど、Y のことを頼る相手として信頼していたんだわ。Y は H さんを拒絶するようなことは一切しなかったんだ。そんな彼に、H さんは甘えたかったのかもしれないぜ。けど、それって友達の範疇を超えていないかしら？むしろ恋人同士に見えるぜ。二人は高校2年生の時に同じクラスで、3年生になってからはクラスが離れてしまったんだ。それからもずっと、一緒にお昼ご飯を食べていたんだぜ。二人が付き合ってると思い込んでた人もいたんじゃないの？可能性はあると思うぜ。それだけ H さんと Y の距離は近かったんだ。親友以上、恋人未満ってやつかしら？恋人よりも重要な存在だったのかもな。Y は H さんを受け入れ続け、二人はすっかり共依存の関係になっていたと考えられるぜ。頼れる人がいるのはいいことだと思うわ。でも、依存しちゃう関係って歪んでいてやばい気がするわね。きっと Y は、彼女のことを放っておけなかったんだろうな。でも、お互い学校の友達ってだけよね。そこまで関係が深まることってあるのかしら？いい意味でも悪い意味でも、二人は気があったんだと思うぜ。それに Y はもともと面倒見のいい性格をしていたんだ。そうだったの？ああ、次は Y の人物像について解説していくぜ。犯人の Y は、6人兄弟の次男として生まれたぜ。Y はよく弟や妹の世話をしていて、家族仲も良好だったんだ。大家族だったのね。H さんに対する面倒見の良さも、
そこから来ていたんだろうな。同級生の女の子というより、世話の焼ける妹みたいな感覚だったのかもしれないわ。Y は周囲から、真面目で優しい人物としても認識されていたぜ。近所の人とすれ違う時も必ず挨拶をしていたんだ。悪い噂とかはなかったのかしら？特になかったみたいだな。事件が発覚した後も、周囲は Y が犯人であることを不思議がっていたんだ。人を殺すような性格じゃないって思われていたのね。家庭も平和だったからな。年中行事はみんなで祝っていたし、兄弟の運動会にも家族総出で応援しに行っていたんだ。絵に描いたような仲良し家族だったのね。そんな家庭で育った Y が殺人犯になるなんて、誰も思っていなかっただろうな。衝撃的だったと思うわ。ちなみに Y の家庭は、事件が起こる5、6年前に伊勢市内に引っ越してきたんだ。そして当時、同じ中学に通っていた H さんと仲良くなったんだぜ。ほうほう、そこから同じ高校へ進学したってことなのね。二人は互いを親友と呼び合っていたんだが、H さんは Y へある頼みをするようになるんだ。一体何の頼みをしていたのかしら？死にたいから刺して殺してという内容だ。何度も頼まれたことで、Y は、殺してあげた方が彼女にとって幸せなのかもしれない、という思考に至ったと考えられるぜ。なんでそうなるのよ。一緒にいるうちに、彼女の不安定な精神に同調してしまったんだろうな。影響を受けやすかったってことかしら？それもあるだろうし、H さんが苦しむ姿を見ていられなかったのかもな。だから殺したっていうの。Y は彼女を殺さないといけないと思い込み、実行してしまったんだぜ。これと似た現象で同情自殺というものもあるんだ。自殺したい人の相談を受けるうちに同情してしまい、一緒に死んでしまうというものだな。そんなことが実際に起きているっていうの？多感な時期である10代に多く見られる現象だぜ。今回の事件でも、Y は H さんを殺害した後に、自ら命を絶つ計画をしているんだ。ちょっと気になることがあるんだけど、いいかしら？どうしたんだ？ Y は H さんが憎かったわけじゃなく、頼まれたから仕方なく殺したのよね。そうなると、ただの殺人事件ではなくなるんじゃない？ああ、嘱託殺人という扱いになるだろうな。殺人の場合は無期懲役や死刑だが、嘱託殺人の場合はそこまで重い罪にならないことが多いぜ。ほうほう、そうなのね。しかし、今回はあらかじめ凶器を用意するなど、計画性が高いからな。警察も殺人事件として扱っていたみたいだぜ。用意していたってことは、事前に二人は決行する日を決めていたの？周りの人は、異変に気づかなかったのかしら？気づかなかっただろうな。事件当日、H さんはいつものように登校して、体育祭や文化祭の準備をしていたんだ。普段通りだったのね。一方で Y は、恋人に LINE で H さんを殺しに行く、という連絡を入れていたんだ。そんな連絡が来るなんて、相手もびっくりしたと思うわ。しかも、その次の連絡では、H さんを殺害した現場の写真を送っているんだぜ。そんなもん送りつけてくるなんて怖すぎるわ。さらに彼は、現場に遺書のようなメモも残しているんだ。そこには H さんを殺したのは僕ですという内容が記されていたぜ。犯人がわかるように、わざわざ書き置きしていたの？ Y は自らの罪を明らかにして、死ぬつもりだったんだぜ。しかし心中は失敗に終わり、H さんだけがこの世を去る結末になってしまったんだ。そもそも、未成年同士で心中を計画したっていうのが驚きだわ。ただの口約束ではなく、実行してしまったのが恐ろしいよな。二人は本気だったんだと思うわ。H さんの遺族からしたらたまったもんじゃないでしょうけどね。H さんの自殺願望は知っていたと思うが、本当に実行するとは思わなかっただろうな。しかも犯人が、仲の良かった Y という点にも驚愕したはずだぜ。現場にいた恋人や友人も、ショックすぎてトラウマになったんじゃないかしら？その可能性はあると思うぜ。しかも事件が起こる数時間前までは、学校で元気に過ごしていたのよね。きっと信じられない気持ちだったに違いないわ。ああ、そうだな。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。アニメの聖地で殺人事件ってだけでびっくりしたわ。でも、内容は予想以上に衝撃的だったわね。事実は小説よりもきなりとは、よく言ったものだぜ。まさか高校生同士で心中するとは、誰も思わなかっただろうな。それに二人は恋人じゃなかったっていうのも驚きだわ。だが、H さんの恋人は二人が浮気関係にあると思っていたみたいだぜ。そう思っても仕方ない気がするわ。なんだか、かなりドロドロとした関係性よね。最初は友達として仲良くやっていたんだろうな。だが、どこかでタガが外れてしまったんだと思うぜ。そんな関係になる前に離れた方が良かったんじゃない？お互いに依存してしまうと、そうはいかないんだろうな。H さんにとって Y は精神的な拠り所だったんだ。Y もそんな H さんを見放せなかったんだぜ。高校生の恋愛って、漫画やアニメで見る爽やかなイメージがあったわ。
それはちょっと夢を見すぎているんじゃないか？実際はもっとドロドロしているし、問題も多いぜ。恋人や友人関係なく、ちょうどいい距離感で相手と付き合うことをお勧めするぜ。あまり依存しすぎちゃうと危険だもんね。今回の事件のように、相手からの無茶な頼み事でも答えようとしてしまう危険があるからな。それは困るわ。人付き合いは慎重にしないとね。11個目、あきる野市資産家兄弟強盗殺人事件。2008年4月11日、東京都あきる野市で起きた事件だ。二人で暮らす大福さん兄弟が行方不明になったことで事件が発覚。兄弟は家に訪ねてきた二人の強盗によって、殺害されてしまっていたんだ。強盗殺人ね。お金がないからって、同じ人間とは思えないわ。犯人はすぐに逮捕され二人のうち一人が死刑判決となったが、事件は衝撃的な最後を迎えてしまったんだ。衝撃的な最後？逮捕されて死刑も確定して終わりかと思ったら、どんな最後が待っていたの？じゃあまずは、犯人像について詳しく解説していくぜ。犯人は二人。一人は無職の沖倉和夫、当時60歳だ。働いていなかったのね。ああ。事件の3年前に働いていた職場を急に退職しているぜ。前の職業は何だったの？あきる野市役所の職員だ。市役所職員だったの？どうしてそんな人が？沖倉は保険年金課に在籍していたぜ。勤務態度も真面目で、周りからは仕事のことで、相談に乗ったりと周囲の人にも頼りにされていたそうだ。だが27年勤めていた市役所をある日突然退職したんだぜ。そんなに長く勤めていて、どうして急に？そのまま行っていれば、お金に困ることもなかったんじゃないの？確かに市役所に勤めている時は、沖倉もお金に困っていなかった。だから霊夢の言う通り、そのまま市役所に勤めていれば強盗にはなってなかっただろうな。仕事を辞めた沖倉は、その後何をしていたの？スナック経営に手を出したんだ。なるほど。それがうまくいかなかったのね。その通りだ。スナック経営に失敗し、さらに賭け麻雀にはまってしまったんだ。最悪なコンボね。その結果沖倉は、4700万円以上の借金があったんだぜ。4700万。かなりの額ね。そんな時沖倉は、麻雀仲間からある情報を聞いたんだ。市に土地を売って、億単位の収入を得ている指定がいる、と。いやいや、そんなのあんたたちには関係ないでしょ。普通はそう思うよな。だが沖倉はその話を聞き、事件を起こすことを決意したんだぜ。考えられないわ。そして沖倉はお金に困ってそうな仲間に犯行の話を持ちかけ、ある男が合意したんだ。それが二人目の犯人、今丸岡頼明。当時64歳だ。今丸岡は土木作業員として働いていたが、彼も借金に悩んでいたんだぜ。そして沖倉と一緒に、強盗に手を出してしまったってわけね。ああ、標的になってしまったのは、あきる野市在住の大福さん兄弟だ。姉の安代さんと弟の弘和さん。二人は共に独身で、一緒に住んでいたんだ。赤の他人の口から、かなりの収入を得ている、なんて言われるくらい。二人は有名だったのね。兄弟は多くの不動産を持っていて、近所では資産家として、かなり有名だったそうだぜ。お金持ちってだけで何も悪いことしていないのに、お金って本当に厄介なものね。それじゃ、次は事件の日に何があったのかを詳しく解説していくぜ。事件発生は、2008年4月9日。二人が大福さん宅を訪れると、出てきたのは弟の弘和さん。まさか強盗だなんて思わないわよね。沖倉は弘和さんにサバイバルナイフを突きつけ、こう言ったんだ。強盗です。お金を出してください。ってな。明らかに場違いな敬語ね。逆に恐怖を感じるわ。この言葉遣いに、沖倉の真面目さみたいなのが感じられるよな。まあ、丁寧だからって許されないけどな。そして弘和さんの両手足を粘着テープで拘束したんだ。その時安代さんは？まだ仕事から帰ってきておらず、家には弘和さんしかいなかったぜ。沖倉たちは室内を物色しながら、安代さんの帰りを待ったんだ。帰りを待つなんて恐ろしすぎるわ。そんなことになっているとは、安代さんも思っていなかっただろうな。安代さんが帰宅すると、沖倉はまたサバイバルナイフを突きつけた。そして安代さんにも、私は強盗です。お金を取りに来ました、と脅迫したんだ。そこでもまた丁寧な言葉遣いね。逆にその丁寧さに腹が立って仕方ないわ。その後安代さんの両手足にも同じように粘着テープを巻きつけた。そして沖倉たちは現金35万とキャッシュカードを入手。二人の目当てはお金でしょ？その後はすぐ逃げたの？いや、沖倉は、顔を見られたから手にかけるしかない、と殺害を決意してしまったんだ。信じられないわ。あまりにも身勝手ね。そして沖倉が安代さんの頭に、今丸岡が弘和さんの頭に、
それぞれポリ袋をかぶせ首に粘着テープを巻いて放置。二人はその後窒息。命を落としてしまったんだ。ひどすぎるわ。どんなに苦しかったか。安代さん兄弟を殺害した二人はそのまま遺体を車に乗せたぜ。遺体を遺棄するためね。ああ。沖倉たちは長野県まで車を走らせ山中に運び、重機で穴を掘りそこに投げ入れたんだ。重機まで用意していたの？かなりの計画性ね。沖倉はその後のことも考えていたぜ。殺害した後のこと？ああ。次の日の4月10日、まず沖倉たちは安代さんが働いている調布市の図書館に、欠勤の連絡をしたんだ。事件発覚を避けるための隠蔽工作ね。でもなんて言って欠勤連絡をしたの？バレそうだけど、ひろかずさんのふりをしたんだぜ。姉は体調が悪いので休みます。ってな。弟からの電話って言われちゃ、信じちゃうわね。さらに安代さんの車を最寄り駅のそばの駐車場に戻すなど、まるで生きているかのように見せかけたんだ。この二つの隠蔽工作を終えた二人は、安代さん名義の口座からお金を引き出そうとしたんだぜ。でもそんな簡単に引き出せないわよね。本人じゃないってバレるだろうし、銀行でも安代さんの弟のふりをするつもりなのかしら。もし本当に弟だったとしても、窓口の人はバカじゃないからな。弟様ですね、かしこまりました、って通るわけがないんだぜ。二人のどっちかが女性だったら隠し通せたかもだけど、そうだな。女性が安代さんのふりをしたら引き出せる可能性があるよな。そこで沖倉が取った行動は、知人に連絡し、女性を一人連れてくるように頼んだんだ。まだ他に仲間がいたの？いや、連絡を受けた沖倉の知人も、知人の女性も強盗で手に入れたお金とは知らなかったぜ。沖倉はその知人に約300万ほどの借金があったんだ。姉の通帳を引き出して借りていた300万を返すから、女の人を連れてきてほしい、と嘘をついたんだな。なるほど。じゃあ知人たちは沖倉の姉のものだと思っていたのね。300万返すから、って言われたら、女の人を連れて行くしかないわよね。そして沖倉はその女性に安代さん名義の通帳と印鑑、安代さんの名前と生年月日を教え、安代さんのふりをするように頼んだんだ。やばい、お金が下ろされちゃうわ。だが成功するかと思いきや、予想外のことが起きたんだ。なんと安代さんのふりを頼まれた女性が、安代さんの生年月日を間違えてしまったんだな。それは予想外ね。結果銀行員に安代さん本人じゃないことを疑われて、お金を引き出せなかったんだぜ。安心したわ。じゃあ沖倉たちは、お金を諦めたの？もちろん諦めるわけがないよな。仕方なく、キャッシュカードで細かくお金を引き出すことにしたんだ。お金を手に入れた沖倉はその後、数年間返済していなかった借金を返し始めたぜ。いきなりそんなことをしたら、勘の良い人は気づきそうだけど、沖倉は、姉から借りた、と嘘をついていたそうだぜ。今ルオカも8ヶ月滞納していた家賃を払い始めるなど、羽振りが急に良くなったんだ。しかも沖倉はそのお金で、旅行の計画も立てていたらしいぞ。人を殺して自分たちだけ良い思いをするなんて、本当にムカつく奴らね。いつ逮捕されるの？もしかして、隠蔽工作のせいで事件発覚すらしなかったのかしら。いや、二人はすぐ逮捕されたぞ。しかもその隠蔽工作が裏目に出たんだ。どういうこと？じゃあ次は逮捕までの流れを解説するぜ。事件を隠すために隠蔽工作をしたのよね？なのにそれが裏目に出たってどういうこと？隠蔽工作をしたのは4月10日、その日だけ。翌日の11日以降、安代さんは無断欠勤が続き職場の人は、安代さんに何かあったのではないか？と思っていたんだ。でも、職場で安代さんは体調が悪いってことになってるんでしょ？普通、具合悪いのかな？ってなって終わるんじゃ？職場の人は、安代さんのことを、どんなに体調が悪くても出勤する人、と語り、さらに、今まで弟が電話なんてしてきたことがない、と最初から、沖倉たちからの、偽電話、を不審に思っていたんだ。私なら、そんなこともあるかな？ぐらいになりそうだけど、職場の人はその違和感に気づいたのね。そしてその後も兄弟と連絡がつかず、警察は捜査を開始したんだぜ。兄弟の家には鍵がかかっており、物色された形跡はなかった。だが土足で何者かが上がり込んだ形跡、微量の血液も検出されたんだ。この血液は一体誰の？沖倉の血液だ。二人が抵抗した際についたものだな。警察は兄弟が資産家であったことから、金目当ての犯行と推測。二人の銀行口座を調査していると、安子さんの口座からキャッシュカードで、お金を下ろす二人の男が ATM の防犯カメラに映っていたんだ。それが沖倉と今るお金。二人はマスクをするなどして、見バレしないようにしていたそうだぜ。しかし2008年4月21日、二人は逮捕されたんだ。事件から10日ほどね。逮捕に繋がったのは防犯カメラの映像のおかげなわけだが、
もし銀行の窓口で安代さんのふりをした女性が生年月日を間違えていなかったら、防犯カメラに映ることもなく、事件解決がもう少し遅れていた可能性もあるわね。逮捕された二人は犯行を認めたの？認めなかったぜ。二人は、キャッシュカードで金を引き出したことは認めるが、兄弟の失踪については覚えがない、と容疑を否認。よくもそんなことが言えるわね。だが現場に残されていた血液が沖倉の DNA と一致。さらに厳しく追及した結果、今丸岡が関連し兄弟の遺体が埋められている場所を吐いたんだ。一件落着ね。事件は解決はしたな。そういえば、衝撃的な最後を迎えるって最初に言っていたわよね。一体何が起きるの？じゃあ裁判のことにも触れながら、そのあたりも説明していくぜ。裁判で争点になったのは、犯行の経緯と、犯行の主従関係、だ。沖倉側は、計画しただけで実行の意思はなかった。伊丸岡に引っ張られた、と主張。一方伊丸岡側は、従属的立場だった。積極的に計画、実行したのは沖倉、と主張したんだ。なすりつけ合いね。とても醜いわ。裁判には被害者遺族も出廷しており、死刑で死ねばいいとか、そんな甘いものではないと思います。二人が苦しんだのと同じ方法で命を奪ってやりたい、と述べたんだ。遺族からしたらそうよね。そして判決は沖倉に死刑、伊丸岡には無期懲役が言い渡されたんだぜ。沖倉だけが死刑だったのね。遺体を遠く離れた長野まで運び、掘った穴に埋めるというやり口。さらに事件発覚を避けるための隠蔽工作。冷酷で残忍な行為ね。腹が立って仕方がないわ。そして計画段階から沖倉が主導だったと認められたんだ。なんと沖倉は伊丸岡の3倍以上の現金をもらっていたらしいんだぜ。3倍以上？それは主従関係ができていると思われて当然ね。まず沖倉が仲間から安代さんたちの情報を聞き、伊丸岡を誘ったんだし、どっちが主導者かっていう点では、明らかに沖倉だよな。じゃああとは、死刑が執行されるだけね。死刑はもう執行されたの？執行されていないぜ。まだなの？いつされるの？一生沖倉の死刑が執行されることはないんだ。え？どういうこと？死刑判決が出たんじゃないの？まさかそれが覆ったの？事件から6年後の2014年7月2日、沖倉は収容先の東京拘置所で亡くなったんだ。え？実は亡くなる約1年前に肺がんが見つかり、沖倉は手術をしていたんだ。そして脳に転移していることが判明。そのまま亡くなってしまったんだ。言葉が出ないわ。この事件は沖倉の病死という、最悪な最後を迎えてしまったんだ。真面目だと思われていた男が起こしたこの強盗事件、市役所に勤めており、勤務態度も真面目、周りからも信頼されていたはずだった。でも27年勤めていた市役所を退職したことで、沖倉の人生は大きく変わってしまったわね。そうだな。退職後、スナック経営に挑戦したが失敗、賭け麻雀にハマったせいで膨れ上がる借金。そんな沖倉に、近所でも資産家として有名だった。安代さん兄弟の話が流れ込んできてしまった。兄弟は1ミリも関係ないのにな。そして沖倉は伊丸岡を誘い、この強盗事件を起こしたんだ。安代さんたちを脅迫するときも場違いな敬語を使ったりして、強盗とは思えない丁寧さを出していたわよね。強盗です。お金を出してください、な。何度聞いても強盗とはミスマッチな言葉遣いだぜ。お金目当てだったけど顔を見られたからっていう身勝手な理由で、最後は二人の頭に袋をかぶせて窒息死させるなんて、ひどすぎて言葉が出ないわ。どれほど苦しかったか。挙句の果てに、自分は病気でこの世を去ったんだもんな。絶対にあってはならない結末だわ。12個目、宮崎高千穂6人殺人事件。2018年11月、宮崎県高千穂町で一家5人が惨殺される事件が発生した。その後、一人だけ行方不明だった。夫の飯星正弘さん、当時42歳、の飛び降り自殺が判明したんだ。一家惨殺ってなかなかインパクトあるわね。原因は正弘さんの不倫したことによる夫婦喧嘩だと思われてるんだけど、仲裁に訪れた知人も同様に殺害されていて、被害者は6人になってしまった。知り合いまでもが巻き込まれてるとか、壮絶だわ。容疑者と見られる正弘さんは自殺、事情を知る家族と知人も全員殺されているから。リアル八墓村。平成の津山30人殺し、なんて例えられているぜ。まあ八墓村のモデルになったのが、津山事件なんだけどな。これは事件の詳細がかなり気になるわね。まず2018年11月25日、この日は地域の消防団の忘年会が開かれ、そこに所属していた松岡文明さん、当時44歳、も参加していたんだ。みんなこの時期は気が緩むからね。
午後1時頃から始まった忘年会は、休憩を挟みながらも長々と続き、お開きになったのは午後8時頃。そして家に帰った松岡さんは、知人の飯星正弘さんに電話で呼び出されたんだ。せっかく楽しい忘年会が終わったところだったのに、よっぽど大事な用事だったのかしら。要件はな、正弘さん夫婦の喧嘩の仲裁だったと考えられているぜ。え、どういうこと？正弘さんは物静かな性格だったんだけど、溜め込んだものが爆発するように、時々夫婦は大喧嘩をしていたそうだ。その度に、松岡さんは仲裁に出向いていたんだとか。喧嘩の仲裁？え、もしかして、松岡さんの奥さんは夜9時という遅い時間だったから、正弘さんの元へ行くのを止めたらしいんだけど、困った人を放っておけない性格の松岡さんは、正弘さんの家へと向かうことに。そして翌日の26日、これまで無断欠勤などしたことがなかった正弘さんが、会社に連絡もなく休んだそうだ。あらあら、そんなにお腹が痛かったのかしら。それは違うぜ。まあ聞け。会社から正弘さんの携帯電話に何度かけても、応答はなし。正弘さんの妻である美紀子さんにかけても応答はなかった。夫婦揃って連絡が取れないのはさすがに心配になるわ。心配になったものの、会社から正弘さんの家までは1時間近くかかるということで、次は町外に住む正弘さんの弟に連絡を取ることになった。そしたらその弟は、警察に様子を見に行ってもらえるように依頼したんだぜ。警察に連絡したの？よっぽど心配だったのね。そして昼頃になって連絡をした弟の元に警察から報告の連絡があって、なんと正弘さんの家族は、一家全員惨殺されていたんだぜ。家の敷地内で見つかった遺体はなんと6人。だけど正弘さんの姿は家のどこにもなかったんだ。それから警察は、正弘さんが6人を殺害して逃亡した可能性があるとして、周辺を捜索した。その結果、約 3km 離れた新戸高千穂大橋の下の川で、正弘さんの遺体が発見されたんだぜ。なんで一人だけ遠いところ？まあそれに関しては、後ほど話すから安心してくれ。実は事件のあった25日は会社の慰安旅行だったんだ。午後3時半に解散するまで、正弘さん夫婦と長女の3人が、仲良く過ごしているところを見ていた会社の同僚たちは、この報告を受けて絶句したそうだ。そりゃするでしょ、仲良くしてる姿を見てたら余計だわ。被害者の遺体の状況から、妻である美紀子さんと長女のゆいさんは考察。他の4人については、凶器のナタで殺害されたと見られているぜ。なんてひどいことを。そして父である安尾さんは頭部を切りつけられていて、その安尾さんの布団の上に、長男である匠さんが倒れ込んだ状態で亡くなっていたんだ。これはおそらく、祖父を助けようとしたから殺害された可能性があるな。若いのに勇気あるわね。立派だわ。母である美穂子さんの遺体だけは唯一屋外で発見されていて、遺体には激しい損傷があり、なぜか首が切断されていたんだ。このことから、母親に対しては特に強い殺意が伺えるぞ。いくらなんでも無謀すぎるでしょ。どうしてこんなことになってしまったのかしら。知人の松岡さんに関しては、喧嘩の仲裁に訪れたばかりに事件に巻き込まれたと考えられていて、松岡さんも頭部がほぼ切断された状態だったんだ。あの時に奥さんの言うことを受け入れていればと思うと、胸が痛くなるわね。そして川で見つかった正弘さんは飛び降り自殺の可能性が高く、6人の死亡に関わったと見られているぜ。飛び降りた新戸高千穂大橋の駐車場には、正弘さんの軽自動車が乗り捨ててあったんだが、遺書などは発見されていない。もう手がかりが何もないわね。どうなるのかしら。ちなみに橋から水面までは115メートルほどあって、これは30階建てのビルに相当する高さだぜ。絶対に命を絶とうって決めたんだろうね。こんな場所を選ぶってことはさ、だろうな。あと犯行動機と同じくらい謎とも言えるのが、殺害方法の違いだぜ。なんで全員同じじゃないんだろう。残念ながら謎のままなんだぜ。それから事件後、一家全員が死亡していたことから、遺体は親戚に引き取られることになったんだ。引き取られた遺体の中にはもちろん正弘さんの遺体もあって、翌月に近親者のみで葬儀が行われたそうだ。もうショックどころじゃないだろうね。そりゃそうだ。普通なら生きてるうちにこんなこと体験しないからな。事件の内容はそんな感じだから、ここからは二人の人物像を見ていくぜ。うん、これは事件に関わる重要な部分よ。まず飯星正弘さんは事件の7年前、長女のゆいさんが生まれたのをきっかけに、地元である宮崎に戻ってきたんだ。そして地元の建設資材会社で、原木を輸送するトラック運転手として働くようになった。妻の美紀子さんとは結婚して10年で、長男の匠さんは前妻との子供だな。前妻とは匠さんが生まれて1から2年後に離婚してるぜ。離婚歴があるんだね。匠さんは正弘さんと折り合いが悪い時期もあったが、
事件当時は地元に戻ってきていて、正弘さんは、よく帰ってきてくれた、と嬉しそうに話していたそうだ。息子さんとの関係は良好なのね。当時の建設資材会社の社長は、彼は普段から寡黙で、いじられると黙ってしまうタイプ。事件の予兆は感じられなかったが、何か溜め込んでいたものが爆発したのかもしれない、と語っているぜ。次は松岡文明さんなんだけど、実は正弘さんと松岡さんの接点については、詳しいことは明らかになっていない。小学校時代から二人を知る建設資材会社の社長でさえ、二人はどんな接点があったのかわからない、と話しているくらいだ。そんなことある？だって夫婦喧嘩の仲裁をするくらいの仲なんでしょ。うん。だけど別の知人も、二人とも知っているが、こういう関係があったことは知らない、と証言しているぜ。謎すぎるわね。どういうことなのかしら。でも正弘さんの知人によると、正弘さんの勤務先と松岡さんの妻の勤務先で取引があって、松岡さんの妻の会社では、正弘さんの会社から運ばれた原木を加工している。正弘さんは原木をオントラックの運転手だったので、二人は面識があったはずだ、と言っていたぜ。つまり正弘さんと松岡さんの奥さんは知り合いってことになるの。だな。あとこの話のせいかどうかはわからないけど、事件後に正弘さんと松岡さんの妻は不倫をしていたという噂が流れたんだぜ。でもこの二人が不倫をしていたからって、正弘さんの犯行の動機になるの。これはあくまで噂で、正弘さんがやったって証拠はないぜ。松岡さんの評判はかなり良くて、事件の半年ほど前に結婚したばかりだったそうだ。充実した人生を送っていた矢先の悲劇となってしまったから、非常に残念だな。うん。残された奥さんもかなり辛いだろうね。結論から言うと、この事件は関係者全員が死亡しているから、真相については永遠にわからない状態となっているぜ。だけどいくつかの手がかりによる説があるんだ。それはかなり興味深いわね。私はいくら考えてもわからないから。まずは、正弘さんの不倫が原因、という説。いや、そこはそんなことないとか言ってよ。まずこの夫婦の喧嘩については、数年前に正弘さんが起こした不倫が原因とされている。え、この人って不倫してたの？定かではないけどな。でも普段は仲のいい夫婦で、正弘さんも妻の美紀子さんを大切にしていたそうだ。それだったら問題はないのか。過去のことだし、しかも数年前の会社の慰安旅行では、体調の悪い妻が、旅行には長女と二人で行くように、と言ったんだけど、そんな奥さんに正弘さんは、妻を残して旅行には行けない、と慰安旅行を欠席しているほどだぜ。理想の夫婦だわ。もし不倫が事実だとしたら、された側の美紀子さんは払拭しきれなくて、さらに不満が溜まっていって大喧嘩に発展したのではないか、と言われている。なるほどね。そして次は、正弘さんの被害妄想、説。被害妄想。それだけでここまでする。正弘さんの幼馴染の証言では、以前に正弘さんから電話があった時、美紀子は許せん。うちの両親は美紀子の肩を持つ、などと怒っていたそうだ。だけどその後に会った時は、長女が小学校に入学したことを嬉しそうに話すだけだったらしい。それが事件の3ヶ月ほど前に偶然出くわした時には、美紀子が隠れて昔の男と会っていると噂で聞いた。俺はいつも仕事が終われば、まっすぐ家に帰っているのに、美紀子は俺の方に女がいると疑う。これだけ真面目に仕事をしているのに、許せん、と険しい表情で話していたそうだ。聞いてる限りだと、感情に結構波があるわね。そのような感じなら、この説はなきにしもあらずだわ。また、仲裁に来て殺害されたと見られる松岡さんについても、正弘さんは妻の美紀子さんとの仲を疑っていたという噂もあるぜ。そこも疑っちゃうか。殺害された両親は、息子の精神的に不安定で、不倫は美紀子だと大声でいい、被害妄想のようになっている、と周囲に話していたそうだ。あとは、互いの疑心暗鬼が原因、説もあるんだぜ。お互い疑ってたってこと？うん。正弘さん夫婦が結婚したのは事件の10年くらい前で、正弘さんはバツイチだ。夫婦を知る人は、二人は昔付き合っていた人に対して、互いに嫉妬し合って言い争うことがあった、と証言しているんだぜ。もう少し大人になったらいいのに。美紀子さんが、夫が前の相手と連絡を取っているみたい、と愚痴るのを聞いた人もいたり、正弘さんが、嫁の動きが怪しい、SNS で何かやっているみたいだ、と、美紀子さんの不倫を疑うような話を聞いたという人もいるくらいだからな。こうやって聞いてみると、あんまり夫婦は仲良くなさそうね。もうわけわかんないんだけど、まあ本人が言ってるわけじゃないからな。これらの情報を頼りにするしかないっていうのが現状だ。最後に、警察に通報した町外の家族が犯人、説。え、何それ？そもそも今回の遺体が発見されることになった経緯を思い出してみてほしい。確か正弘さんの弟さんが、そう。
高千穂町の町外に住む正弘さんの弟が、家族と連絡が取れない、と警察に通報したことから始まったんだ。これに対して、連絡がつかないという理由で、わざわざ警察に通報するだろうか、との意見もあったり、反対に、本当に家族の身を心配していた、との意見もあるわけだ。そう言われるとそうね。わざわざ警察に連絡はしないかも。でも心配っちゃ心配になるしな。連絡がつかないという理由だけで、警察に依頼するという判断が、どうしても気になるところだけどな。何らかの事情を知っていて、事件に関係するような情報を持っていてもおかしくないと思うぜ。確かに、やるわねマリサ。それから事件前の2016年9月から10月にかけて、正弘さんと妻の美紀子さんがインターネットの地域掲示板サイトで、誹謗中傷されていたことが判明したんだ。地域掲示板とはいえ、実名で誹謗中傷するのは劣気とした違法行為であり、許されることではないんだけどな。そんなに評判悪かったの？学生じゃあるまいし、そんなことする。ただこの誹謗中傷の書き込みが、事件より前、という部分は興味深いかもしれないぜ。事件後に書かれるということはあったりするけど、これは違うからな。事件後だったら、みんなが思ったこととかを書いたりするのはよく見るわね。まあこれがたまたま正弘さん夫婦を嫌う特定の誰かが書いたものなのか、それとも夫婦が事件前から悪目立ちする存在だったのかは不明なんだけど、それに書かれていた内容についても、事実である保証はどこにもないしな。様々な疑問が残る中、2019年7月24日に宮崎県警は、正弘さんを殺人の疑いで、容疑者死亡のまま書類送検したぜ。県警によると、本事件について第三者の介入を裏付ける証拠はないとのことで、正弘さん単独による犯行であると結論付けた。だけど、犯行動機は判明しなかったと説明していたんだ。ちょっと待って。ってことは、2019年10月11日、宮崎地検は容疑者死亡により不起訴処分としたことを発表したぜ。多くの謎を残したまま、事件は幕を閉じたってわけだ。13個目、林一家殺人事件。2009年7月、オーストラリアに住む林一家が何者かによって殺害されるという事件が起こったんだ。一家殺人なんて恐ろしい話ね。どんな家族だったの？殺害された林一家は父と母に加え一人の娘と二人の息子という五人家族で、母方の叔母も同居していた。まあよくある家族構成ね。そして近所には父方の祖父母や叔父と叔母の夫婦が住んでおり、毎週みんなで食事会をするほど仲がいい家族だったんだぜ。毎週親戚が集まってご飯を食べるなんて素敵な話ね。そうだな。それだけじゃなく両親は新聞屋を経営しており、かなり裕福な家庭だったんだ。家族仲が良くてお金持ちだなんて羨ましいわねー。そんな彼らに今回の事件が起こってしまったというわけだ。ん？やっぱり新聞屋を経営していく上で誰かから恨みを買うようなことでもあったのかしら？いや、そうではない。彼らの新聞屋は多くの人から愛されていたからな。じゃあどうしてそんな恐ろしい事件が起こったのかしら？それでは事件の経緯について話していくぜ。お願いします。事件発覚当日、その日は雑誌の発売日で、雑誌の販売も行っていた林一家の店の前には多くの客が並んでいたんだ。しかし、いつもなら店が開く時間になっても一向に開店する気配がなかった。じゃあもうこの時には、そこで常連客の一人が近所に住む林一家のおばに連絡をして、様子を見てもらうことにしたんだ。連絡を受けたおばは夫と一緒に彼らの家へ向かった。おば夫婦が第一発見者になるわけね。そうだ。おば夫婦は明らかに様子のおかしい林一家の家へ恐る恐る入ってみる。するとそこには想像を絶する光景が広がっていたんだ。何が起きていたの？壁や床のそこら中に血しぶきが飛んでいたんだ。ひぃ、そんなの見たらトラウマになりそう。そして部屋の中に進んでいくと、林一家の母、息子二人、そして同居していた母方のおばが亡くなっていた。それも全員顔がぐちゃぐちゃになるまで殴られていたんだぜ。想像しただけで恐ろしいわ。でも、この家族ってこれで全員じゃないわよね。確かお父さんと娘さんがまだいたはずだけど。そうだ。それが今回の事件の鍵を握っている。そうなの？もしかして父親が犯人だったとか？いや、この時父親も一緒に殺害されていたんだが、毛布に包まれていたためおば夫婦は発見することができなかったんだ。後に警察の捜査で父親の遺体も発見されるぜ。そうなの。じゃあ娘はどうなったの？実は事件があった日、娘の林純は泊まりがけの学校行事で家にいなかったんだ。そうだったのね。家族全員が殺害されたのは辛すぎることだけど、奇跡的に助かったのは良かったわね。いや、純が助かったのは決して奇跡や偶然なんかではないぜ。え、どういうこと？家族の中でたった一人生き残った林純こそ、犯人の本当の狙いだったんだ。
全然わけわかんないんだけど。それでは事件の真相を話していこう。もう何が何だかわからないわ。純を除く林一家を殺害した犯人は、純のおじだったんだ。え、身内が犯人だったの？そういうことだ。しかもおじって、おばと一緒に様子を見に行った第一発見者でしょ。そうだぜ。ますますわからなくなってきたわ。林一家とは毎週食事会をするほど仲が良かったんじゃないの？確かに表向きにはそうだった。しかし、おじであるロバート C の中にはある感情が芽生えていたんだ。ある感情？彼はもともと中国で医者をしていたんだ。そして結婚を機にオーストラリアへとやってきた。しかし、そこで始めたビジネスが失敗してしまい、C は職を失ってしまうんだ。波乱万丈な人生ね。そして彼は林一家の新聞屋で働き始めるんだ。無職のピンチを救ってもらってありがたい話じゃないの。そうだな。しかし元医者だった C はそうは感じなかったようだ。そっか、お医者さんってエリートだからね。ああ、本当なら成功を収めているのは自分のはずなのにと思い、幸せそうに暮らす林一家に嫉妬を覚えるようになったんだ。じゃあ毎週食事会をしていたのも彼にとっては苦痛でしかなかったのね。そうだろうな。でもそんなことで一家を惨殺するなんて勝手すぎるでしょ。やっぱり殺人犯の気持ちは理解できないわね。それだけが理由ではないぜ。まだ何かあるの？あ、そういえばさっき娘の純が関係してるとか。そうだ。もう一つの理由は林純だ。彼女がどういう風に関係しているっていうの？霊夢、どうして純だけが殺害されなかったと思う？だからそれは彼女がたまたま学校の行事に行ってたからでしょ？いや、Cはわざとこの日を狙ったんだ。どういうこと？純が家にいちゃいけなかったの？そうだ。実はCはこれまでずっと純に性的虐待をしていたんだ。そうだったの？純が寝ている時、Cは彼女の体を触りに来ていたんだ。自分の親戚にそんなことするなんて気持ち悪い。純からしたら相当な恐怖だっただろうな。一家惨殺に加えて姪っ子に性的虐待なんて、Cはヤバすぎるでしょ。でもそれと純が犯行の日に家にいちゃいけない理由とどう関係あるの？Cは純を自分のものにしようとしていたんだ。そっか、純以外の家族がいなくなれば親戚である Cたちが面倒を見ることになるのね。そうだ。実際、事件が起こった後すぐにCは純を受け入れる手続きを行っている。そんなことになったら純への性的虐待がさらに悪化するじゃないの。そうだな。しかしCが純を自分の元へ迎え入れたかったのは他にも理由があるんだ。どんな理由があるっていうの？彼女が手にすることになる莫大な遺産目当てだ。なるほど。純の両親はビジネスで大成功しているから、その遺産は全て純が手にすることになるのね。そういうことだ。そんな純を迎え入れることで、自分も遺産の一部を手にしようと考えたってわけだ。計算高い男ね。確かにCは元医者ということだけあってかなり頭が切れた。そのため証拠もほとんどなく捜査は難航したんだ。そういえばどうして警察はCが犯人だってわかったの？Cがしてしまったある一つのミスがきっかけになった。ミス？事件発覚時、警察が第一発見者であるCとその妻に話を聞いたとき、二人の証言に食い違いがあったんだ。食い違い？家の中で亡くなっていた人数だ。Cが5人亡くなっていたと答えたのに対して、妻は4人が亡くなっていたと答えた。4人確か今回殺害されたのは両親と、息子2人、そして同居していた母方のおばの5人でしょ？ C の奥さんの方が間違っているんじゃないの？さっき、父親だけは毛布に包まれていたと言ったのを覚えているか？そういえばそうだったわね。警察の捜査で父親の遺体が発見されたって。そうだ。だから C 夫婦が通報した時は父親を除く4人の遺体しか見つかっていなかったんだ。しかし、C は父親も殺害されていることを知っていたため5人と答えてしまったということだ。なるほど。でもこれって物的証拠ではないでしょ？確かにそうだな。だがこれは犯人しか知り得ない情報だから逮捕するには十分な証拠になりうる。完全に自分で首を絞めちゃったのね。その後、警察はあらゆる手段を使って C が一家殺害の犯人だという証拠を集めた。その結果、裁判で C には無期懲役の有罪判決が下されたんだぜ。悪いことをしたら必ず報いを受けるってことね。ということで今回は林一家惨殺事件について紹介したぜ。嫉妬や遺産、そして姪っ子への歪んだ愛情とか人間の悪いところ全て詰まったような事件だったわね。そうだな。家族が全員惨殺された上に、本当の狙いは自分だったなんて聞かされたらどんな気持ちになるんだろうな。悲しみや怒りで訳がわからなくなりそうね。もう二度とこんな悲惨な事件が起こらないことを願いたいぜ。間違いないわ。ということで今回は林一家惨殺事件を解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。